時刻は11時30分を回りました。7月3日木曜日、皆さんご機嫌いかがでしょうか。清水美智子です。そして今日のビバリーのお相手こちらです。ナイツです。よろしくお願いいたします。清水さん、どうしたんですか。どうしたんですか清水さん。あれどうした、なんで号泣、号泣してるんですか。いや今あの、はい、流行りの遠野なぎこさんのものまで。いやいや、そっちかよ、そっちかよ。いや、そっちかよ。野々村議員じゃないよ。兵庫県の野々村議員かと思いましたよ。私もう絶対に、うん、あの明日のビバリーは、はい、ナイツと私とで、はい、あの兵庫県野々村さんのこれをやろうと、はい、やろうと思ってたら、水曜日もなさってたんですってね。昨日やられちゃったんですね。やっぱりそんな、まあダメですよね。似てたの？誰がやったんですか？犬たちは似てたの？聞き方がなんか怖いですから。翔太師匠だったしょうがないですね。昨日誰がやったの？翔太師匠だったしょうがないです。似てたのじゃない。正解はこうですからね、お願いします。正解が、はい。あなたがやったんですよね？ね。俺見てないっすよ。見てねえの？見てないの？見てねえの？花輪さん、花輪さん嘘でしょね。ダメだ、木曜日。あれ、クション、クション、クション。全然見てないとこんな方かもしれない。クションがあるんじゃない。わかんない、大体。変じゃない。下手くそすぎるでしょ、それも。もうちょっとアドリブ聞かないですか。見てないにしても。清水さん楽しみにしてたんだから。土屋さんなんか40分見たって言いましたから。40分見ました。動画をね、40分。そうそう、最初の泣いてない30分もちゃんと見ましたよ、ずっと。すごい人がまた議員だと思うんだよね。いや、そうですね。最初の方はあれですから、うん、ちゃんとこう、受け答え。初めは泣いてなかったの。泣いてなかったけど、うん、まあちょっと怪しかったですけどね。うん、そうそうそう。だんだんこう追い込まれてきちゃったんでしょ。岡西記者の質問にお答えしますっていうのを、うん、いちいち、ね、必ず、はい、質問の前に言う。全部岡西記者なんですけどね。あの、耳を大きくして、聞こえにくいけど聞きましょうっていうのも、耳をダンボにするのとかもやっぱりその前半にありましたんでね。ね、どうやったら見れないのこの情報社会で。今ってごめんなさい、はっきり言ってよくあれ見ないで今日まで来ましたね、本当ね。いやいや、私も結構マックスにイラッと来たんですけど、私のあのありがとうね、ドローン塗ってくれて、いや、インパクトになりました。見てねえのかよっていうのね。でもいや、本番前も前もなんか見たような手で話してるから、ね、野々村さんですよねっていう話だったから、うん、絶対見てんのかって。野々村誠さん、野々村誠さんはうまくいってます。子供デビューしてうまくいってます。最悪だ。わかんないですもん。よく話合ってたね、今まで。そうだね、今までね。いや、だって、80% ぐらい勝利取ってたその人。80% 取ってないですよ。いや、トータルで見たら、その。逆入れ替え、そういうとこですよ、野々村の。そうですよ。見てない、何なんですか、本当に。あんた僕の気持ち、僕の気持ち分かるんですか。使ったでしょっていうことだけですよ。温泉行ったでしょっていうことだけですよ。ちょっと見てんじゃねえか。日帰りで行ってないですよ、僕は。もう大事なとこが下手だから。そうなんですよ。号泣するとこなんだよ、大事なのは。どういうふうにやればいいですか。だから、おえつみたいな感じで、うん。なかなか真似できないですよね。真似できない。ね、そうです。男性の議員の真似なんかしたことないですよね。うん、そうですよ。やろうと、今、してますよね、清水さん。レパートリーに。でも、だけどこれ、オーバーじゃないよね。いや、本当すごかった。こんな感じだったの。うん、すごいのが、あの状態で、うん、あんまり謝ってないっていうのがすごいですよね。釈明会見、謝罪会見じゃない。ごめんなさいじゃないからね。そうですよ。釈明ですから。僕はね、うん、俺はね、って言ってましたから。うんうん、やっとなったんだって言って俺はね、いや、そうやっと議員になれたんだよ。いや、関係ないから。はい。すごいです、なかなかすごい。いやー、いい旬のネタが入ってきましたね、なんかね。いや、あんたが全部ダメでしたけどね、おかげさまで。大量ですね、大量。いやいや、ほんと、謝ってほしいですよ、ほんと。これはちょっと鼻が痛い。ええんじゃないんだよ、だから。全然見てねえのかよ。いや、どうやったら見れないんですか。あ、やっぱ赤ちゃん生まれたばっかりだからかな。いや、見てます。そうですね。ちゃんと見てないですね。うん。何ちょっと見たみたいな。見たかな。今から無理だよ。今から見たね。もう無理ですよ、野々村さん。変なとこだけ。今から。変なとこだけ上手だな。長友あれ、長友だ。全然違うだろ、あれ。長友だ。長友と間違いないですよね。間違いにくいでしょ、本当に見てねんだな。というわけで6月も終わって、そうですよ、2014年も折り返し地点ということですよ。ワールドカップは見てるんですか、清水さんは。ワールド見てるわけないでしょ、清水さんが。ワールドカップ、いやでも野球は見てないけど、ワールドカップは見てるかもしれないじゃない。その一応さ、野球は見てないけど、ワールドカップは見てないですよ。いや、じゃあ俺と一緒ですよ、その。俺からさ、ワールドカップ見てないのかって話。よく見てないんだでしょ。日本戦も見てないんですか。ワールドカップ見てないけど、野々村議員は見てる。そうです、そうです。しょうがないね、それはでも。しょうがないですよ。この、半日かかって打ち込んだ原稿が消えるアクシデントっていうのは、そう。どうしちゃったんですか。はい、まあ、ちょっとネタを書かなきゃいけないっていうことがあって、はい、一生懸命、そうそうそう、はい、やって、ね、それで原稿も、
締め切りが迫ってたんで、はい、一生懸命やってたんですけども、はい、パソコンってさ、何の表示かね、パッと消えるんだよね。全部ですか？なんですかね。データが壊れちゃったんですか？多分私がちょっと一瞬出かけた時に戻ってみたら全部消えてたから、はい、私が出る時に多分自分でさ、無意識に消したのかななんて思ったんですけど、はいはいはい、まあその落ち込みってあるや、すごいですね。そうですね、全部残ってないわけですもんね、うんうんうん、誰か遠隔操作とか、さっき言ったよね、私だから出かける時に無意識に自分で消したんだと思うんですけどって自白したよね。それで昨日のブルーなことを今こうやって話してるわけですよね。はい、そうなんですよ。それを、はい、その遠隔操作かな。不思議でしょうがないとかではないですよね。もう消しちゃってるんですよね。だからもうこの話終わりましょうねっていう感じで今話して始めたんでね、アナウンサー。はいだ。遠隔操作のニュースは知ってるんですね。遠隔操作のニュースは知ってます。だいぶ前ですけど。そこで止まってます。片山被告までは僕、片山被告で毎日見てたんで、テレビ。いやいや。そうです。野村さんだね。ゆうちゃん、ちょっとなんか似たとこあるもんね。ちょっと前の感じとかね。片山さんとですか。誰が似てない。猫に何かつけないですよ、俺。よく掘ってるじゃん、なんか。よく掘ってる。何よ。アナさんが、なんか掘ってるとこ見たことないよね。河川敷何も埋めてないですよ、俺。なんだ、あの事件。なんだったんだ、一体。本当に。今年なんか多かったね、でもね。変な人いっぱいいますよね。変な人、あの、うん、女の人の議員の、議員の。やじの。あとか。はいはいはい。変わってる。名乗り出ないんですよ。だってすごいですね。うんうんうん。あれ絶対バレないと思ってるんでしょうね。もう、ここまで来たら。だから、音声分析とかやっても、うん、やっぱ誰が誰かわからないみたいですよ。あの、研究所で、テレビでやってましたけど。そうだね。うん、それは見てるんだね。それは見てます。いちいちチェックしないとね。はい、そうなんだ。あの場合ね、うん。ちゃんと見てますよ、テレビ。本当ですか？はい。じゃあ、ほとんど見てる。ほとんど見てます。話題のものは。はい。笑っていいとも最終回見た。今頃。今頃ですね。カジノ見ました？笑ってみたいな、ちゃんとね。私の方は、見てるだけじゃなくて、はい、野沢直子さんが帰ってきたので、ええ。風吹けばみたいな話で、はい、直子ちゃんが帰ってくると私もなんとなく忙しくなるんです。私と小川夏実が、なるほどね。ちょっとその3人の仕事が、3人の仕事が忙しい忙しくなるんだ。そうなんですよ。です、ね、この時期なんとなく夏場に帰ってくるんですもんね。夏場に必ず、あ、そうか、うん、帰ってくるともうちょっと忙しくなる。清水さんも一緒に忙しくなる。そうなんですよ。野沢直子さんのペアでみたいなやつがもう4つくらい。もう4つも決まってんすか。またかっていう。そう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 。そっか、もう風物詩になってるんだな。そう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 、うん。小川夏実さんと私と野沢直子さんで、はい、8月にはトークショーも。すごい。そう。いろいろ。いろんな最近ありましたもんね、小川さんも。そういうの見てますよ、僕。ああじゃないよ。乗りにくいわ。乗りにくい。それ見てるんです。ああ、リモートの乗りにくいわ。笑えるか。ね、それは見てるんですよ。全部見てますから。うん、はい、まあ、それではそろそろ行きますよ。はいはい、もうすぐ七夕、織姫と彦星のように、あなたが今会いたい人は誰ですか？清水美智子とナイツのラジオビバリーヒルズ。まずはいつものようにメールとファックス募集からです。はい、12時台にお届けするリクエスト企画の音楽道場破り、今週のテーマは七夕にちなんで会いたい人リクエストです。織姫と彦星のように遠距離恋愛をしている恋人に会いたいとか、単身赴任の夫と会いたいとかですね、まだ会ったことがない恋人の両親に挨拶に行きたいなどなど、憧れの芸能人に会いたい、あなたが会いたい人との関係や会って何をしたいかなど、エピソードにリクエスト曲を添えてお寄せください。あのね、私が会いたい人はみんなサンズの顔当たっちゃったからね。まい、ありがとうございます。受付メールアドレスはヒルズアットマーク 1242.com、 受付ファックス番号は 0570-02-1242 です。採用された方にはもれなく今週はニュータッチのチャーシュー麺をプレゼント。あのさ、稽古師匠のネタっていつもさ限りなく許されてるけど、どこまで大丈夫？ドキドキします。サンズの川まで大丈夫なのかどうか果たして。そんなこんなで今日も1時まで生放送。ラジオビバリーヒルズ。さあ、時刻は11時30分を回りました。ビバリーヒルズの両親、清水美智子です。本日のお相手は、はい、ようじゃないですよ。3週間ぶりの登場、この2人です。
どうも、ナイツです。よろしくお願いします。よ。私は、あの、よじゃないですよ。いいですか、はい、軽い感じで、ごまかすのやめてください。はい、私は、20年ほどこのビバリーのお昼を担当してきまして、ずっと口にしてなかったのが、はい、このハッピーターンとかね、はい、おかきがしけってるってことなんですよ。はい、それはなんかさ、悪いじゃん。ブースにね、置いてあるそのおかきを、はい、さっき花輪さんが一口湿ってますよ、はい、口にして、そうそうそう、もうこれしけってます。はい、どうしてそういうこと言うんですか。いや、あの、しけてるのレベルじゃなかったんですよ。あの折れないからね、はい、曲がるからね、何でも一切り切れるから、そうなんだ、新しい濡れハッピーターンってが出たんだって。これ濡れハッピーターン、濡れハッピーターン、やだな、やだね、濡れ線みたいな、竹みたいな硬さですよ、本当竹と同じような硬さですよ。しなるよ。すごいな、これずっと置いてあったんだ。そうでさ、あの柿花さんとこ行くと、はい、あの充実感ね、はい、お菓子とかさ、あとほら、ね、あの、うん、なん乾き物もあれば、はい、ちょっとしっとりとしたお菓子もありますし、はい、そう選べるように、そう甘辛が凝縮されてんじゃん、大体ビバリーって甘くて辛い。それが全部甘いのもあれば甘辛のもあるしみたいな、醤油味ばっかり、そう、うん、どういうの、飴とかそういうのない、なんでないんすかね、これ以外の、このケース以外ないんですかね、このお菓子入れるケース。そうそう、これも気に入ってんですよ。これオレンジの何かのこの再利用でしょ、これ。何の再、名刺入れか何かで。何かの再利用。サイズちょうどいいと思ったんでしょ、これが。でも清水さん、雑誌があるから。そうなんですよ。考えてみたら、柿原さんのところには一冊もないんですよ。ないんですよ。それはそうですよ。本番中読まないんですからね。そうですよ。これ本当は私の、はい、まるで悪行みたいですけど、はい、私が来た時もちょっとびっくりしたんですよ。こんなに雑誌があるの。あ、20年前からあるんですか、あったんですよ、この雑誌の量。素晴らしいと思って。これ全部読んでるの清水さんだけだって言ってました。あと、徳田先生も読みますよ。読書クラブって二人で、二人でやった時何やったんですか、トークもしずに、ずっと読書で。生放送中。今まで二人でやった時何やったんですか、すごいですよ、これ15冊ぐらいあるの。科目でしたよ、あの、この二、あの二人はね、本当に。科目になっちゃう。科目に雑誌までじゃダメだよ。ラジオの生で。大好きです。まあ、そういうわけでね。我々ちょっと3週間ぶりなんですよ。はい、いつも隔週で出てたの、うん、ね、今回久しぶりということで。そうですね、少しずつ落ち目になっていくっていうところで。いやいや、やめてくださいよ。だんだん感覚を上げられてくるんでしょうかね。1年ぶりとか。あれって。1年ぶり。1年ぶり。この2人です。ナイツです。どうも、準レギュラーのナイツです。1年ぶりでも言い張るっていう。ちょっと声に出たりするのね、針がね。怖いですよ、そうなっちゃうと。濡れせんべいみたいになるからね、やっぱりこれもね、本当に。しなるわ、つって。嫌ですね。準レギュラー。準レギュラーと思ったらドライバー55も少し期間が空き始めました。わかる。ドライバー55って、あれこの時期こんなに呼んでくれるのに。あれ5年くらいない、ね、ドラゴンあるある、ドラゴンあるある、名前変わってたからね、ドラゴンになってたからね、久々に言ったら、あ、マネージャーの書き方ですかそれも、いや今ドラゴンになったんですよ、ドライバーゴタイトルがドラゴンになったんですよ、はい、生意気生意気ってなんだよ。いや生意気って自分で略すのってすごくおかしくない。そうですね、もう番組名略すの多いですから、ね、そうなんですね、うん、でもそんな中、はい、NHK ドラマのちょっと自分私がですね、花輪さんの、ね、NHK の55歳からのハローライフっていうこれドラマがあるんです、この土曜の9時に、うん、はい、そのちょっとちょい役で、うん、小学校の先生役で佐賀弁を喋る小学校の先生だったんで僕に話が来まして、うん、やったんですよ、うん、で一昨日栃木に撮影行ったんですけど、小学生のこう20人ぐらいのこう団体を引率するみたいなシーンだったんですよ、うんうん、もうね、いそういそうこんな先生、子供がね、うん、まあ、あのカメラ回ってない時にね、もう本当に生意気で。そうなんだ、今珍しいね、中にはすごい可愛い子もいるんですよ、うん、なんかこう僕が水筒をこうやってかけてるシーンだったんですけど、うんうんうん、すごいその可愛い女の子は、うん、水筒とかけまして、お願い、謎かけお願いしますかっていう女の子で。それでも可愛いんだ。俺その子まだ可愛かったんですよ。無茶ぶりだよね。どう声かけてるの、ちなみに。いや、それはなんかこう、ちゃんとやんなくても、うん、なんで、そんな謎かけなんかできないよ、さ、そこ、ニコニコ笑ったりして。あ、可愛い。この方が可愛いなと思ってたんですよ。それなんかまあ、子供も、割とね、こう、まだ可愛いなと思ってたんですけど、一人ね、うんうん、すっごいやつがいて。あ、芸人だよ、芸人。面白いことやれよ、面白いこと。うっとうしい、ほんと。いやいや、面白いこと、何やればいいのですか、変顔だよ、変顔。はい、3、2、1とか言うんですよ。うっとうしい。で、一応、こうやりますよ、変顔。そんな僕、変顔なんかないのに。うん、そしたら、つまんないんだけど。うわ、いっそー。え、みんな、何これ、つまんないんだけど、つって、みんなをこう、輪にしていくんですよ。うん。でも悔しいから、うん、悔しいのか、悔しいから、いや、俺もう、変顔できるよ、変顔できるよってやるじゃないですか。つまんないんだけど、ってなるんですよ。うん、で、ちょっと全然、この、
受けないから、うんうん、ちょっと変な空気になる。で、でももう、しょうがないから、どうしたらこいつを任せられるかなと思って、うんうん、じゃあ、そいつにやらせようと思ったんですよ。うんうん、なるほど。じゃあ、お前がやれよ、つって、うん、はい、3、2、1、したら、うん、いや、俺そういうのやんないんだけど、つって。一枚上手に返してくれ。上手だね。そこいつ大人が一生懸命考えた返しなのに。そうそうで、結構。でさ、しつこいよね、小学生の悪さ。ずっと。言ってくるんですよ。でスタッフもいるし、うんうん、あんま俺も怒れないじゃないですか。わかる。うんうんうん。で、ちょっとね、離れたとこで言ってた時に、うるせえお前、つって。最悪。ちょっとマジなトーンで言ったら。うるせえよ、つって。いいよ、マジ、うるせえよ、つって。そしたらなんかちょっと、やばいと思ったみたいで、ちょっとどっか離れたんですけど、で、俺そいつを見てたんですよ、遠くから。うん、そいつ本当嫌なやつで、例えば5人ぐらいで、男で、タケノコニョッキってゲームしてます？知らない。タケノコニョッキッキってやるんですよ。うんうんうん、そしたら、1ニョッキとか2ニョッキってやって、先にニョッキやったら勝ちなゲームなんですよ。うんうん、だけど、この、1ニョッキって やって、その後2ニョッキとか一緒にやっちゃったら負けなんです。被ったら負けなんです。被ったら負けなんですよ。で要するに、1ニョッキってやったら一番早く勝てるんですけど、1ニョッキで被っちゃう可能性もあるから、うん、空気読んで、3でいこうとかなんか。で、そいつ見てたら、うん、そいつが、そのゲームをやろうよって言って、タケノコタケノコニョッキッキイジョッキってやるんですよ。早い。早い。被らないよね。被らない。子供絶対そいつ負けないじゃないですか。で、みんな。全部その子から始まるの？全部その子から始まるの。で、みんななんか、絶対お前に負け、お前絶対ずるいじゃんみたいな目あるんですけど、ちょっと触れられないんですよ。わかるんだ。振られないんですよ。その空気。その子またいじめられちゃうから。クイムやるんですよ。タケノコタケノコニョッキイジョッキってやるんですよ。ずっと、なんだこいつすっげえ勝ってるからムカついてきて。したら他のやつが、一ノ木被せてきたやついたんですよ、勇気も。イジョッキイジョッキつってやったら、そいつが切れて、お前そこ入ってくんだよ。ずる。小5くらい？小3くらいですね。3くらいか。見た目はめちゃくちゃ可愛いでしょ。子役だからね。子役だから、イケメンで可愛いからね。あ、そうなんだ。いろいろ負けてんだ。若さ、スピード、ルック。顔。将来性。何で勝てんの？ジェラってんすよ、俺。あいつにジェラってんすよ。ジェラってんじゃねえ。認めんなよ。あいつになりたいっすよ。あいつになりたい。あれやっぱ私もさ、はい、絶対小学生の、はい、教師とかにも向いてないなと思ったんだけど、はい、なんかライブやった時にやっぱ小学生が来てて、頑張れって途中言ったの。うん、頑張れってことありますかとか言ったら、うん、その、なんかやっぱ会場は笑ったわけ、はいはいはい、そうしたらそいつが調子に乗って、うん、何やっても頑張れ頑張れって言うからもう、もうね、もう一回受けるともうね。そうなんですよ。しつこくやりますから。で、二回ぐらい構うと余計ダメだよね。突っ込んでもダメだし、突っ込んでもダメ。受け入れてもダメじゃないですか。ダメ、そう、両方ダメ。だ学校の先生ってすごいですよ。どうしてんだろうね。いや、忍耐じゃないの。忍耐。やっぱ同じことしてきますもん。うん、ずっと。そうそうそう。うちもまだ3歳ですけど、うん、そのなんかもう脱いだばっかの、うん、なんか汗臭い。T シャツとかを書かせてくるんですよ。うん、くっさいって言うと。うえーってリアクションすると、うん、もうそれをもうずっと1時間やってきますから。ちょっと、ちょっと、ちょっとそれは、あれですけど、特別な。触れられないみたいな言い方やめて。それやられたんでしょ、子役の子に。怖くはないです。急に引くっていう。深刻パターンやめろ。なんで俺の。しんのすけくんと一緒にすんな。しんのすけくんと一緒にすんな。コンボになってんじゃねえよ。しんのすけくんは別なんだよ。別だよ、しんのすけくんは。ふざけんな。名前言っちゃダメでしょ。急にブチ切る。こういう子もいるからね。こういう子もいるから。急にこれ、ずっと悲しくしてて。なんだっけ？その子が一番大変ですよ、本当に。だから本当は私も先生の結構味方になりたいですよ、小学生のね。モンスターペアレンツはいるわ。子供はしつこいわ。絶対嫌だもんね。可愛い子もやっぱりいっぱいいますからね。あ、よかったね。だからそこで。まだオアシスになるよね。よしわっとするしかないですね。かといってその子たちが助けてくれるわけじゃないからね。何々くんよしなよとかならないもんね。ならない。教育問題って難しいですね。急に。本当に。教育問題考え始めましたね。どうしよう、放送になってきました。それでは、そろそろ行きたいと思います、はい。ビバリー一発逆転ウィーク。本日は関根勤さんが生登場。清水美智子と、ナイツのラジオビバリーヒルズ。というわけで今日は関根勤さんをお迎えしてのスペシャルトークなんですが、誰が来ようとリスナーの皆さんを大切にする木曜ビバリー、リクエスト企画は外せません。いつもの音楽道場破りは今日もあります。
一発逆転ウィークにちなんでリクエストのテーマは一発逆転リクエスト、うん、例えば友達みんなが結婚して一人残されたとか思っていたらすごいお、と思っていたらすごい大金持ちと結婚、玉残しで大逆転とか、借金に追われても4人家しかないと思っていたけどなけなしのお金で宝くじを買ったら億万長者に、19歳で世界一周するなんてどんだけ暇なんだなんて言われることもあったけどこれ誰のことですかね。わかるでしょ、今じゃ誰も知ってるでも知ってるイメージになったとかですね、大逆転のリクエストに、体験にリクエストを添えてお寄せください。お願いします、はい、受付メールアドレスはヒルズアットマーク 1242.com、 受付ファックス番号は 0570-02-1242 です。採用された方には漏れなく今日も、山台の手織りうどんをプレゼントします。さらに今週のビバリーはメロンのプレゼントもあります。うどんメロン、どうぞもらってください、うん、そんなこんなで今日も1時まで生放送。さあやってまいりました、10月9日木曜日、11月失礼しました、11月6日じゃん、11月6日木曜日、ね、時刻は11時30分を回りました、はいはい、こんにちは、あなたの清水美智子、そしてお相手はこのお二人です。どうもナイツです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか10月の、12日でしたっけ、はい、お誕生日を、そうですね、ありがとうございます、迎えたということで、いやそれが、うん、ものケーキをいただきましてスタッフさんから、そうなんです、ね、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、もう腐ってますよね、10月12日に買ったわけじゃない、酸っぱいなと思ったんだよ、匂いが。いやいや、酸っぱい、ね、乳製品のね、やっぱり独特の匂いだったんですね。1ヶ月前に買ったわけじゃないですよ、はい、僕ら来るのが1ヶ月ぶりだったからってことだと思います。ショートケーキがなんか発酵してね、チーズケーキになったらしいですね、うん。そうですね、腐らないですもんね、チーズは。ちゃんとしたやつで。しかも思い出したのが、その漫才協会のカレンダーを見てって言ってた、ね、そうなんですよ、スタッフさんが、うん、漫才協会カレンダーってなんか心配なことがいっぱいあるんですけど、漫才協会カレンダー誕生日がいちいち載ってるんですか。今年多分2015年版から芸人一人一人の誕生日載るようになったんですよ、うん、で毎日のようにビッグボーイズの鍋師匠から、うん、この誕生日で合ってるよねってメールの確認が来てたんでカレンダー作るんでみんなに確認してて、どんな仕事だと思います。芸人が全会員に誕生日の確認してるんだ ね、本当に鍋師匠。このデータ文化に。でも漫才協会の、ね、誕生日か、ね、カレンダーはね、そう昔大変結構問題がありまして、何年か前に一回あの初めて漫才協会のカレンダー作ったのが3年ぐらい前なんですよ。うん、でそれ10月ぐらいに毎年売るんですね。うん、で年明けて、うん、なんかね5月ん2月だっけ？うん、2月ぐらいにものすごいクレームの電話が漫才協会に事務所入ったんですよ、うんうん、そしたらなんか漫才協会勝手にうるう年にしちゃってたんですって。そうなの、はい、なんかカレンダーのミスってもう絶対やっちゃう、絶対ダメじゃないですか、それで予定立てちゃったけど今日ねえし、今日ねえじゃねえかっていうクレームとか大変じゃないですか。29日作っちゃったからその後の曜日が全部一個ずつずれちゃったとかそんなそんな超ミスしてんですよ。だってさ、そんなのあとはカレンダー業界に預けるわけだから、はい、こういうデザインでお願いしますよっつって、はい、いやそういうちゃんとしたプロに預けてないで、はい、自分たちだけで、はい、プリントごっこみたいなやつなんで頑張るんだそこで予算がないんです予算がないからね、頑張んなきゃいけないんですよ、カレンダー協会に預ける予算がないんです大丈夫でしょ今時祝日とかも間違ったんだね、祝日も平日も勝手に祝日にしちゃって3月14日のそうドキドキホワイトデーを勝手に祝日にしちゃったんですうわいやめちゃくちゃでした、ね、3連休だと思って旅行行っちゃったらダメ、今日平日だったじゃねえかってクレームカレンダー確認しないと、はい、クレームなんかしない人でもクレームするかもね、初めてのクレームかもしれない、はい、気をつけないと ね、 それがね、なんか来年なんか、うん、うちもさ、はい、そのなんかイベントやるんで、はい、再来ん
逆に来年の作ったりしてとかなんか考えてた時に、来年からちょうど変わる何かがあるらしい、ね、海の日かなんだから、ね、山の日じゃないですか、揉めてんだよね、山の日か、うんうん、そ再来年か、再来年ができるんだ、再来年、そうそうそうだそうだ、うん、だから初めは、はい、私は1月2日に公演があるんで、2015年の、2016年のカレンダー配ったら面白いんじゃないかって話が出た。早いだろっていうね。早いだろって。だけど皆さんお客さん持ってるだろうから、2016年が意外と1年間持たなきゃいけないのかってことで面白いのかもしれないって言って、ね、それを作ろうとしたんですが、なんと2016年はいろいろなんか変動が起こるらしいんで、言っといてね、その漫才協会の人に。そうですね、うん。今から気をつけとけと。そっかそっか。そうですよ。そうですよ。山の日気をつけろとか。山の日気をつける、海の日気をつけるって別の意味でね、遭難も気をつけなきゃいけないんだけど、それ以前にあったらちょっとスケジュール、ね、なるほどね、間違えちゃダメですか基本的にはっていうか何のメニューがあるんですかそれからカレーで、これね売る手売りで売るんですよ、1本も500円で、じゃあ、はい、じゃあ余計気をつけなきゃですね、その1本500円でお客さんに売るのは分かるんですけど、はい、その関係者にはその協会員とかにはただであげるじゃないですか、あ当然ね、うん、それがその魔石の会長のところにカレンダーが届かなかったっつって会長が怒ったって人間臭い事務所ですね、はい、そうです、魔石芸能者です、ザ・魔石芸能者、漫才協会こんだけ、ね、世話してるのにうちにカレンダーが届かなかったんだよってすごい切れたんですよ会長がね、今年はちゃんと、はい、届けたいと思います、はい、そうなんだ、清水さんはもう、はい、あれですかレコーディングが終わったということで、あそうなんですよ、12月24日発売の、はい、レコーディングが終わりまして、いろいろネタがたくさん入っているのがありますんで、それがタイトルが趣味の演芸つって、うん、でその1週間後が武道館となりますんで、そっか、はい、年末大変ですね、じゃあもうちょっと、そうですね、楽しみでもありますし大変でもありますよ、うん、ナイツさんはなんか映画に、とある映画に詳しく言えない、そうなんですよね。業界のあれ、本当、何なんですかね、これ。ちょっと縛りがね、ちょっと、まだ喋んないでください、はい、って大丈夫だと思うんですけど。そうなんですよね。やっぱちょっと止められちゃったんですけど、エキストラなんですよ、うん。で、初めてエキストラとかに出たんですけど、うん、なんかエキストラ、4人ぐらいの、居酒屋で4人ぐらいの設定で、うん、ナイツと、あと2人本当に、本当にエキストラの一般人の人だったんですよ、うん、すっげえ仲良くなんですよねエキストラやるとなんで、あ、そういうもんかね、すんごい待つからね、出て喋るからねするし、そうかも、すんげえいい人でね、なかなか知り合えないっていうかね、そういう、うん、シチュエーションでないですからね、で花輪さんはエキストラ初めてだったっていうけど、ね、俺花輪さんが主演のあのドラマ佐賀でやった時に、そうなんですよ、その時に僕がエキストラで出たことがあって怒れよ本当にただあの葬式の親族の一人みたいな感じで、はい、座ってただけっていうのがあったけどもうちょっともらえませんか、あの、ね、エキストラってね、はい、本当に思ってるより扱いひどいですよ、ああそうだった、はい、まあまあね、バッチしかいただけなかったですかね、終わった情報解禁しなくてよかったですやったよ、本当余計なこと言うな余計なこと言うからタイミングいらない変な バッチだけですよ、ノーギャラでバッチだけ、初めて聞きましたよ、エキストラやってる人たちは本当にもうそういうグッズが欲しくてやってるんです、好きで来るっていう、あ、なんか今そうやってね、はいはい、応募するからお互いにハッピーらしいですよね、で僕らがと一緒になったその席の人一人、うんうん、三重県から来てましたからね、夜行バスで来ましたって、そこのために誰の映画なの、すごいね、まあそれ言っちゃダメなんだよね、ちょっと縛りがやっぱあるんで、何なんだその業界の人の嬉しそうな感じも、ね、まあよくご存知のね、そんなに興味ないけど、知りたい、そんなに知りたい、こっちも良かれと思ってね親切してるからね、多分言っても大丈夫なんだろうけど、私も出たんですよ、ももクロの映画の幕が上がるっていうね、はい、のが2月に公開となるんですけども、はい、そこで私あのお母さん役として活躍しました、誰のお母さん役ですか、言いにくいんですけど、はい、桃田かな子ちゃんのリーダーじゃないですかそうなんですよ、だから結構縛りじゃなくて、あれが多かったんですよ、あの拘束時間が、はい、エキストラじゃないってこと、お先に失礼します、ごめんなさいねいやいやいやごめんなさい、エキストラじゃないですよお母さん役なんだから嫌な言い方やめればいいのに炎上しないですよ、これネットが炎上しないです、炎上しない、絶対なんだあいつお母さん役なんだって炎上しないですよ、そっちかするかもしれんなんか ね、あの誰が似てるからどうっていう風に作ったんじゃなくて、はい、どうやらそのももクロにまつわる方で、はい、私もそのバレンタインイベントにね出させてもらったりとか、ね、はい、なるほど、うん、
じゃそういう結構豪華な人たちがどんどん出てくる映画なんですね。鶴瓶さんとかも出演になられて、やっぱ鶴瓶さんとかが待ち時間が長いと、はい、私の楽屋に40分ぐらいいたりとかして、ずっとお話できたりとかして、なんかそうですね、一緒はやっぱりそうです、ね、なんか女性がね、なんかこう喜ぶような、うんうん、そうですね、ことをいつもおっしゃってて、皆さん前、綺麗だねとか、そういうのもあるかもしれないですけど ね、 なるほどね。あのサービス総監とにかく上手だからね。サービス総監盛り上がるんですよね。盛り上がる、鶴瓶氏はとにかく。でもそんな中で、そう、はい、鶴瓶さんがなんか、はい、あのハワイの方にね、時々 お、はいはい、お休みになれるって言ったから、はい、ハワイでそんなに行って何することあんの、はい、なんて私も軽口叩いたら、はい、なんかそこであの落語をね考えたりするんですよ。さすが芸人だなと思って。言ってましたね。なんかその浮かぶんですよね。そうなんだってね。海岸沿いを歩きながら練習したり、うんうんうん、そう、うん、あの新作作ったりとかって言います、ね、とかするねんとか言って、そしたらうちのマネージャーの田中が悪気なく、そんなこともなさるんですねって言ったら、うん、そんなこともするんですねって、この軽口の言い方はどういうことだと思って、いうことで裸になれってずっとおかしい、わけわかんない、おかしいでしょそれ、わけわかんない。そして写真を送って俺に送れ、写真を撮って俺に送れ、何なんすかそれ、何なんですか、ね、本当に、じゃあ私が脱ぎましょうかって言ったら、お前は1枚切れって言って逆にうまくはないですよ、よくありがちじゃないですか、うまいですね、嬉しくないですよ、1枚来たと、年寄りだって分かりますからね。そういうことじゃないですから、はい、というわけでいきましょうか、はい、漫才協会主催漫才大会開催記念、うん、先輩後輩リクエストを大募集、清水美智子とナイツのラジオビバリーヒルズ、まずはいつものメールとファックス募集からしたいと思います、はい、今月28日には、浅草公会堂で第45回漫才大会が開催されますが、はい、今年もベテランの師匠組と若手の若組に分かれて対決します、うん、楽しみですね、はい、ということで、まあ音楽道場破り、今週のテーマは先輩後輩リクエスト、うん、クラブの先輩にしごかれましたとか、うん、会社にすごい後輩が入ってきました、うん、縦社会ならではの悲劇や笑える話を教えてください、うん、リクエストを添えてお寄せください。花輪さん、忘れられない先輩って言うと誰ですか？鍋島中の時の広重先輩ですね。知らないです、佐賀商業行って、いやその実業団で、気持ち悪いんだけど、バレーボールでね結構分かった、ありがとうございました。じゃあ土屋さん仕事の方でしょ、はい、先輩後輩リクエスト受付メールアドレスはヒルズアットマーク 1242.com、 受付ファックス番号は 0570-02-1242、 採用された方には漏れなく全員にニュータッチの美味しいラーメン一ケースをプレゼント。はい、そんなこんなで今日も1時まで生放送、時刻は11時30分を回りました、はい、木曜日バリ、お相手は清水美智子です。そして、はい、ナイツです。よろしくお願いします。はい、私今週すごかったんですよ。あなた今週すごかった、はい、何ですか、はい、ついに桃色クローバーさんのライブのサプライズゲストとして登場したんですよ、すごい、すごいじゃないですか、すごいですよ、場所が横浜アリーナですからね、はい、サプライズゲストっていうのは何をしたんですか？まあ、ももクロに。モノマネを教えて、はい、それが、ドレミファソになってるわけ。はい、ドはドラえもんのドとかそういう風になってて、はいはいはい、でさ、最後一緒に歌いましょう。うん、で、しかも、はい、ももクロには本当一切教えてないの。サプライズゲスト、私が出るってことを。はい、だから、ここを通ると、清水さん見つかって、ま、もしかして会うこと、ばったりすることもあるから、うん、絶対にここ通らないとか、はいはいはい、もうすごい秘密裏に行って、それで登場なんですけど、ももクロ全然そんなこと知らないから、すごいこう、もうすぐ登場っていう時に、ゆっくり喋ってるわけ、キャッ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 、早くしてくれよって。それ知らないですから、だって知らないから、そうだ、サプライズゲストがあるっていうのは。待機してもらってやりますよ、それは。待機場所が寒かったから。そうなんだ。早くしてくんないかなと思って。舞台袖ってびっくりするぐらい真っ暗にしてあるから、余計そうなんだよね。うん、でも出たらすごい、なんか、お客さんもすごい優しくて、ウェルカムな感じ。ライブって言ったらもう、勘違いしそうに。プレミアチケットですよ、そうなんです。しかもそれがライブビューイングって言って、全国2万人ぐらいの規模でね、あの生放送で映画館で見てらっしゃるんですよね。会場に入れない人たちが、うん、そうなので、私ももともとモコモコロ好きだったし、はい、楽しかったなと思って、まあ、終わりました、はい、それで
最後なんかちょっと挨拶にっていうことで、はい、いろいろさっき知ってたら清水さんもっと早く出したのにみたいなことでキャピキャピしてるの、ね、すごい体力使ったはずなのにやっぱり10代ってすごいなっていうくらいに体力が違います。全然もう元気なんですよね。ライブ終わってもう燃え尽きてるはずなのに。そうそうそう。で紅白もすごい良かったとかでそういう話をして、それで DVD くださって写真撮りましょうなんて言ってくれて、はい、で握手までしてくれて、はい、本当にありがとうって、このなんか美しいエネルギーが溜まったっていう感じで、この右手に感動して、それで行こうとしたら同じくゲストだった松本明子さんとばったりだったから、あ、そういえば松本明子さんってボディーランゲージの人だから右手に気をつけるぞと思ったら、もうなんか両手でさすられてていいじゃないですか、別にプラマイゼロやんけ。なんでですか、さっきももクロからもらったエネルギーが全部なんかなんで右手に溜まるっていうのを信じてるんですか。絶対溜まったんですよ。さすがにダメなんですね。しかも見てください、この爪。あ、これなんですか、この5色。そうなんですよ。まさか。桃黒に合わせて、おばあちゃんがね、こうやってちまちまやってたんで、それが全部真っ黒になりましたよ。真っ黒で、それ、桃黒ネイルしてたんですね。そうなんですよ。だから、ライブビューイングの人に見えるようにね。いつも、ビバリーの時無色なのに無色ではないですよ、さりげないね肌色みたいなやつやって、ベージュとかね、確かにちょっと今日派手だなと思ったら、それモモクロカラーのやつだったんだ。やめてください、どんどんモモクロっぽくなるの。いや、ならないでしょ。どんどんモモクロっぽくならないでしょ。腹黒クローバー、腹黒やだな、腹黒やだね、そう。ハグロゼットやだな。しかもその中で、はいはい、昨夜は、まあ、新しいモノマネが誕生したっていうかね。え、こういう瞬間って、あ、こういう瞬間ってあるんだな。あ、じゃあ今もう、新しいモノマネ相当旬な人でしょうね。はいはい、そうなんですよ。ちょっと誰ですか、やってみて。ハーフパイプの、はいはい、初のメダルリストである、平野歩夢くん。はい。はい、お、スノボの。はい、うんうん。ちょっとインタビューしてください。平野さん、選手。まあ、まだ15歳ということなんですけど、どうでしたか、うん、今回。はい。次、去年後まで振り返ってみて。いや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 。記録を伸びたと思って。はい、そっくりなんで、一人全然来てない。今ちょっと。もう終わったんですか、今。今何してたんですか、何してた、モノマネは。モノマネしてたんですか、おい、ちょっと待って。気がつかなかった。銀メダリストですよね。お願いします。次、歴史に残る記録を作れたなと思って。歴史残る記録、それ俺銀メダル取った後ってことですよね。そう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 。つまり今のメダリストたちってのは、はい、やりましたーじゃないんですよ。はいはい、自分が次の4年後までに振り返ってみたら最年少。淡路さんですよ。あ、違うことだ。全然違うんですよ。同じじゃないですか。あなたね、いつか、うん、事務所を立ち上げるとしたら、はい、それじゃ本当社長務まらないよ。はい、今ね、ダイヤモンドの原石をあんたたちは目にしてるんですよ。もう、半年後見ててごらん。これ本当ピッカピカに見え、はい、平野歩夢といえば清水さんですよ。これ、平野歩夢に。投資した方がいいですよ。すごいのがあるんだ、今じゃあこれ。本当と。未公開の株をね、今買いましたよ。平野歩夢の。買いますか、今。買ってないでしょ、全然。まだ早味稽古やってんのかっていう感じになってるでしょ、本当に。国民的英雄ですよ。じゃあ今回のソチオリンピックで、うん、もう、モノマネの宝はいっぱい見つかりました。平野歩夢以外は。いやいや。高梨沙羅ちゃんとか。そういう、汚い考えがダメなんですよ。だから株もそうですけど、はい、これだっていうのを、はい、これが好きだと思ったら、それだけじゃ、はい、にしないと。あちこち手出さない。はいはい、ウォールストリートですか、見てきましたけども。はい、私、株のこと全く分かんなかった。デカプリオの。そうそうそう。はい、ちまちまやってたんじゃ、はいはい、儲けも、リスクもね、はい、なんだっけな、いまいち。その中でいいこと言ってたんですね。なんかいいこと言ってたんですよ。格言みたいなのあったんだ。それを言おうとしたんですね、今ね。だけど私は平野さんで今年は行くよという話です、はい。あ、そんなにの何個も手出さない。だいぶ若返りました。って、去年は金さん銀さんで、ずっとおばあちゃんをやる傾向にあったの。一押しのものまねが、だから最初のものまね。100以上がなかなかいないからね、最近光ってる人で。はい、100以上で有名人。100以上いないです、確かに。急に若くない？ 15 ぐらいね。まあ、15歳に、そうなんです。15歳にいきなり行きましたね、うんうん、ターゲット。だから、今年中に、うん、モノマネ銀メダリストをね、うん、目指そうと思ってますからね。銀またやられた。無理やりでしょうね。そう。すいません。いや、これもう見えましたね。平野レミからの平野歩夢。あ、本当だ。で、銀さんで落とす。銀さんで落とす。さすが。今
今言っちゃダメじゃん。そんなさなかでいろいろね事件もありましたよね。ありましたよ。びっくりしましたよね。サムラゴーチさん。サムラゴーチさん。守るですか。花さん守るって言ってね。もうそんなに親しくないでしょ。今守るの話って言ってもわかんないから。サムラゴーチがやっぱりね、うん、やりすぎて、うん、ちょっとそっちよりもやってますよね今テレビでね。目立っちゃう。そうですね。私二三日あの人のことばっかり考えてたな。だから昨日もその謝罪文。うんを出したのが、うん、ちょっとやっぱ措置が盛り上がってるところに、うんうん、こう出してきてっていうね、目立たないようにって言ってたんだけど、割とも、割とワイドショー半分ぐらいそっち扱ってましたからね。そう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 。しかも売れちゃってるじゃないですか、また CD が。あ、そっか。あれ売り上げはどうなるのかっていう話もあるんですよね。そうなんか皮肉な、こう、結果になっちゃったみたいなことでしょ。うんうん。ね、またあの、本物の作曲家の方が、なんかね、はいはい、心がある感じっていうかね、真心があるっていうかね、真摯な。感じだったもんね。でもまたいかにもこの今まで表に立ってない感じのキャラクターの人ですよね。もういかにも影っていう感じのタイプの人だからまた。影ミスター影って失礼だろ。そうなんかすごいこう喋り慣れてないというか。そうだから記者がさ慣れた感じで二つ質問して一つに答えて、うんはいはい、もう一つの質問何でしたっけとかねちゃんと聞けるって本当、はいはい、ね真摯な人だなっていう感じだよね。うん確かに。でも3年前から聞こえるようになったらしいんですよね、はいはいはい、耳が謝罪文でねコーチが、うん、回復してきたとゴーチが、はい、読み方統一しません読み方統一しませんかビバリーだけ山村ゴーチさんでいいでしょ別にサムがサムじゃないダメですよサムはサムさんが怒るからそれは本当ここから やっぱり出てくるんですかねこの人も偽物じゃないかとか。今まで、今自分たちは気づいてないだけで、もうすでに騙されてる人がいるかもしれない。いるかもしれないよ。誰だろうな。このモノマネも本当に清水さんやってたのかなとか。ああ。口パクで本物流してんじゃないか。ゴーストモノマネ。そうそう。誉れじゃないですか。ハーフパイプで。いやいや、先ほど、申し訳ないこれ言っちゃいますけども、はいはい、平野歩夢のインタビュー、ちょっと日本放送で、流れた時に。本物をね。うん全然違いましたし。一回聞かせましょうか、リスナーに。できるの本当平野選手の本当の声今聞けるんですかそれまでに、それまでに一回清水さんのモノマネ偽装疑惑を。本当かどうか。うん。ハーフパイプの初のメダルもらって、次の4年後までは、僕は振り返ってみたら、自分が歴史に残る記録を作れたなと思ってます。はいでこれが今清水さんのこれが、うんうん、まあどっちかな今から本物を流します、はい、今までやってきたことの積み重ねでやっぱ今日の結果もついてきたと思うんで全然今まで応援してくれたりとか支えになってくれた違う早回日本放送ってね早回しするんだよ早回ししてるってあげてないですそれだったら私だってないわ恐ろしい清水つぶしってんですよ15歳ですから清水ゴーチですか清水ゴーチつぶし意味が分かんなくなって足しすぎて足しすぎたダメですよ本当じゃあ行きますよもう40分やばいやばい明日はバレンタインデーチョコをもらったあげた拾ったそれぞれのバレンタインデーの体験談大募集清水美智子とナイツのラジオビバリーヒルズまずはいつものメールとファックス募集からです、はい、12時台にお届けする音楽道場破り、明日は2月14日ということでズバリバレンタインデーリクエスト、うん、バレンタインデーにまつわる思い出もらった人ももらえなかった人もギリチョコで勘違いした人ギリチョコ配りまくってホワイトデーに大儲けした人もあなたの体験談にリクエストを添えてお寄せくださ い、 お願いします受付メールアドレスはヒルズアットマーク 1242.com 受付ファックス番号は 0570-02-1242 ですリクエストが採用された方にはチョコよりも嬉しいニュータッチの凄麺横浜発祥サンマー麺1ケースをプレゼントいたしますそんなこんなで今日も1時まで生放送8月14日木曜日時刻は11時30分を回りました皆さんこんにちはあなたの清水美智子ですそして今週のお相手は
土屋さんの私服チェックしてたら本当になんか今日かっこよくなりましたね。ありがとうございます。奥さんが直してくださったんでしょうか。はい、奥様はスタイリストでもありますからね。土屋くんの神さんチェックが、そうなんで、今まですいませんでした。ずっともう毎週清水さんが私服がダサいって言い続けて、ちょっとほっとかれすぎたんでね、はい、清水さんに言われてるよって言ったら、今週一見コムデ、はい、コムデギャルソンっぽいね。コムデギャルソンっぽいか分かんないですけど、一見ほら黒に白の水溜まってたらなんか、はいはい、そうですね。でもよく見るとバッタモン、うんですかね。いやちゃんとしてますよ。ちゃんとあのこれは一応あの、はい、あれ大丈夫でした。清水さんの事務所に、うん、奥さんから圧力かかりませんでした。大丈夫です。何者なんだ急に。な治ったからね。何者なんだ、はい、圧力って何なんですか。圧力とかないよ別に。ただ清水さんがちょっと今日酔っ払ってるからおしゃれに見えてるだけじゃないですよね。あ、そうかもしれませんね。でもね、あの夢見えてますよね。見えてはいます、はい、夢のようです。ゆうべはね、はい、鬼やっこさんと、はい、まちゃまちゃさんと、はい、ボルサリーノ関さんっていうのが、はい、あの3人いつもの仲良しメンバーで、そうなんですよ、うちに遊びに来てくださいました、はい、朝まで、うんうん、今日は飲んでたと。そうなんです、来ましたけど4時半までいらっしゃいました。若いですね。何話す。明日10時半にはうちを出なきゃいけないって話、はいはいはい、早すぎるっつってみんなで、うんうん、え10時半遅すぎるでしょ普通に。早くないでしょ。10時半に出るのが早すぎると。今日しかも11時5分に着いちゃって、うん、すいませんすいませんっつってちょっと早すぎたっつって。鬼やっこさんって、俺も一回なんかみんなで新宿の中華料理屋で飲んだんですよ、うん、で僕3時ぐらいになって、うん、もうほんと僕3時まで飲むことないんで、うんうん、もうむす眠くて僕帰ったんですけど、うん、朝6時までそんな余裕で毎日飲んでますよみたいな感覚でした、ね、あの人らね本当になんか肝機能が強いっていうかね、強いですね。自分は家にだって4時半までいられて嫌じゃないんですか。早く帰るとか思わないですか。全然思わない。それは思わない。あ、本当ですか。それは全然なんだけど、体力がやっぱりさ、うん、あとあの清水家ってのは酒飲みの賭けじゃないもんで、はい、本当にだらっとしてくるんだよね。あの半分寝たような感じで、決して強くはないですね。そうなんだよね、うん、どういうタイミングで終わるんですか。もうそろそろじゃあみたいな。そうだね、やっぱ、うん、あのつまらないなって思ったんですよね。なんでこのババ使えないなと思ったんですよね。向こうが向こうが思うんですか。多分おそらくですよ。このババなんか料理が少ねえな。向こうは見切りをつけて、向こう判断で終わるんですか。こっちじゃないんですね。見切りつけては言い過ぎですよ。今日の相手はナイツでございます。あ、よろしくお願いします。すみません。本当にお願いしますよ。挨拶くらい、本当に。挨拶してなかったです。すみません、本当に、はい。このところは本当に女芸人さんとばっかり会ってて。あ、そう、前回の時もね、そう言ってましたからね。そうですよね。女子会みたいな、ね。野沢直子さんが帰ってくると、はい、私も必然的に忙しくなるっていうこと。出動回数が多くなるわけですね。そうなんですよ。そう、忙しかったんですけど。誰か忘れましたけど、ナイツはすごいんだっていうふうに、絶賛してた人がいた。あの若さで本当に理事になるっていうのはすごいんだっつって、はい、それ誰ですか。誰かも思い出してないみたいな。いや、酔っ払いすぎですよ。思い出してくださいよ。でもその人は真面目な人で男で、誰かな。人によりますよ。喜びたいけど人によりますよ。清水さん、ビバリーのスタッフとかじゃないですか。人を見てね、その言葉に喜びなさいよ。そういう風に評価してくれる。誰だろうな。マセキ会長じゃないですよね。あ、そうだ、夢で会えたらの、はいはい、あれがあったんだ、飲み会が。それで、うん、そのフジテレビとかのスタッフさんとか、はいはいはい、そうだそうだそうだ。じゃあ、港さんとかじゃないですか、フジテレビの。そんな偉い人は来ないですよ。もっとあの、ペーペーとか、夢で会えたら中でも、ゴールデン4人は来たなくて、私と野沢直子だけが。夢で会えたらやってたの。同窓会があったんですか。そうそう、ダウンタウンさんとか来たんですか。いや毎年やってんだけど、ダウンタウンはもう、あの、恐れ多くて声かけられないの。だから、ペーペーの私とか、野沢直子とか。いや、でもすごい、ね。じゃあ、なんちゃんさんも来ないです。来ないね。あの、うん、来て、なんちゃん。私と野沢直子さんと、なんちゃんっていうの3人はすごい仲良かったわけ。あ、そうなんですか。そうなんですか。みんなちょっとストイックっていうか、笑いに対して、うん、若い頃からね。うん、それで、まあ、今の姿があるんですけど、私たち3人って、俺とペラペラしてて。あんまストイックじゃない3人が。コメントなんだろうみたいな感じです。なるほどね。上演みたいな組だったっていうことで。そうそうそう。フジテレビの人たちとか、あとあの、吉本とか、はい、そういうあのマネージャーさんとかね、スタッフの人が、すごいんですよって言ってたよ。その中にいらっしゃる方が僕らのことを褒めてくださって、うん、多分あれですよ、マセキの人だったらすいません。マセキの会長から息がかかってる人ですよ、多分。うん、マセキの会長、いまだにその夢で会えたらのスタッフさんとかに連絡取ってるんですよ。すごい、すごい。ナイツで夢で会えたらみたいにやるのが夢なんですよ、マセキ会長。本当そうですよ。じゃあそうかもしれませんね。いや、マセキ会長すごいですよ、最近また。
僕らに対しての愛情が、ね、あのコーズさんっていう作家さんご存知ですか？知ってる。なんか安清さんがもうそのぐらいの、うん、知ってるね、会ったことある。伝説のあのもう伝説のね、多分80以上の、うん、あのコーズ先生にナイツのネタを書いてもらうように今お願いしてるんだっていう、うん、ちょっと危ない動きになりまして。危ないね、本当動いちゃダメだよね。ちょっともう怖いんですよ本当に。からそれすごい。いや僕らもありがたいですけど、恐れ多いじゃないですか。そうか。じゃああんたたちはそこを揺すって会長になったんだね。会長になるって言ったら、なんていうのその。理事になったわけじゃないんですよ。その辺を揺すったわけじゃない。なんで揺すんですか。うまいことこう実印をこうでもさせたい。なりたくてなったわけじゃないですよ。なりちゃった。だなってやめたいんだみたいな。ですから本当に今日あんたたちはでもこれからあれですよね。長野に行くんでしたっけ。そうなんです。花火大会で。ちょっとお天気が心配なんですよ。できるんですかね。ねえ。うん、この前もね、青森の花火大会行きましたけどね。ああ、じゃあ、中止でしょ。いや、花火大会はやりましたけどね。ねぷたがダメだったんだ。ねぷた祭りが。あ、そうそうですね。ねぷたはそうですけども。そうなんだ。うん、でも、全国各地で雨がとか言って、はい、あの、気候が悪いから、いろいろ。今日野外なんでね、雨降らなきゃいいんですけどね。また帰省ラッシュの中、うん、車で行くらしいんですよ。こっから雨降らなきゃいいんですねって本気で思ってるじゃんと。はい、はあ、じゃ僕は長野に行きたいですよ。行きたいですよ。何のこと言うんですか。あの高田先生もそうなんだけど、はい、嘘つくときにデスマス調になるのね、男の人って。何を言ってんですか清水くんみたいな。何なんだ君何言ってんだ。君じゃ高田先生。いやいや、もっと親しくなったでしょ私たち。高田先生も必ず分かること言うんじゃないですか。なんかデスマス調に急になって長野に行きたい。痛いとこ疲れるとこなんです。高田先生分かりやすい。そうなんですか清水くんみたいな。なんか急になんかネクタイ。それも嘘のこと。あ、やっぱこいつ嘘つく。本音じゃない時に。そう。すごいもう。ああいうの、ああいうちょっとした小嘘みたいなのは女の人の方がやっぱ上手いね。はいはいはい、男の方が。男下手ですか、分かりますか。見抜くのが上手いんですよ、女性は。それね、あ、そうだ、そうかもしれないね。うん。女の方が多分、いつの間にか嘘つき合ってんだろうね、きっとね。いや、あの、かわいいかわいいとかさ、なんか松田聖子に似てるみたいなさ、どこまだよみたいな。だからもうそれがもう、麻痺しちゃってるってことですよね。麻痺してんの。そうそうそう。なるほど。そうかもしれない。でも、長野に、行きたいですよ。あの、ナイツの、ベースついた。長野に、はい、ナイツの、唯一のっていうか、うん、本当に追っかけという人がいるんですよ。うん、あ、じゃあ海外あるね。うん、はい、うん。で、結構その人はもう東京の、うん、それこそビバリーの出待ちとかもしたことあったぐらいの人ですから。うん、長野から来るんですよ。本当に、うんうん。高尾のとこまで来ましたね。その人、長野で今日やるから、うん、多分来ると思うんですけど、うん、たまに長野でやるときにその人来ないときなんですよね。そういう言い方やめた方がいいんじゃないですか、なんか。東京のときいるのに長野のときいないっていうのあるんで。ありがとうございますでしょいつも。はるばるね、東京の方まで来ていただいてありがとうございます。君ありがとうございますです。君ですつけんなよ。ですが強いなんか。ですつかないでしょ、そこは。ありがとうございます。清水さん、ね、思うんですけども、お墓参りとかは、行かれてるんですか。あの、はい、やっぱり、ええ、本当に、はい、あの秋川さんも歌ってるけど、お墓の中に、うんはい、お墓の中に先祖がいるわけじゃないのね、はい、やっぱマインド、心、はい、風、はい、そっちにいらっしゃるから、はい、本当に大切なことは行動じゃなくって、はい、心だよっていうことなんで、ね、秋川さんそういうこと言ってたんですか。そういうこと言ってた。お墓前に行かなくていいよってこと。いいよっていう歌ですよ。そういうことでしたっけ。お墓前にはいらないよってことですよ。そんな歌じゃないです。あ、そうだったっけ。お墓前に泣かないで。嘘ついてます、嘘ついてます。すぐ嘘ってわかる。本当です。本当です。です。強調しなきゃ。それではそろそろ行きますよ、はい。田舎に帰ってきた孫の話から貸してたお金が帰ってきた話まで帰ってきたリクエストを大募集。清水美智子とナイツのラジオビバリーヒルズ。まずはいつものメールとファックス募集からしたいと思います。ふるさとに向かう車の中で生まれて初めてビバリを聞いてるという方もいらっしゃるかもしれません、うん、いつも以上に丁寧にお願いします。初めてだと思ってね、はい、で丁寧なちょっと自己紹介をさせていただきます、うんはいはい、誰だっけ。あんた私ナイツの花輪と言いまして、はい、先祖がですね、あの花輪いいよいいよ、さかのぼるね。そうですよ。木曜のビバリーヒルズが12時台にお届けしているのはですね、音楽道場破りというリクエストコーナーです。今週のテーマはお盆だけに帰ってきたリクエスト、はい、孫が久しぶりに帰ってきたと喜ぶおじいちゃんおばあちゃんからのリクエストはもちろん、はい、友達に貸しっぱなしだった熟女 AV がやっと帰ってきたとかですね、
LINE で無理やり友達になった中学生からキモいという暴言が返ってきたので大人げなくちょっと脅してやりましたなどなど、返ってきた話ならどんなことでも構いません。構うわ。エピソードにリクエストを添えてお寄せください。受付メールアドレスはhills@1242.com、 受付ファックス番号は 0570-02-1242 です。採用された方にはもれなくニュータッチの凄麺和歌山中華そば一ケースをプレゼントします。そんなこんなで今日も1時まで生放送。9月25日木曜日、時刻は11時30分を回りました。皆さんこんにちは、あなたの清水美智子です。あなた。そして今週のお相手はこのお二人です。どうもナイツです。よろしくお願いします。よろしくお願いしますじゃないですよ。清水なんか前回どうしたんですか。いやその前前回、はい、ちょっと あなたたちをちょっと立ててあげようと思って、はい、まあ年寄りはいいよ一回休むよってことで、はい、休みをいただいたんですよね、はい、それが9月の頭ですよ、はい、そしたらなんか辛抱あなたとやりやすいみたいな感じを残して、うん、どういうことですか。だととは言ってないですけどね、辛抱アナ。あ、じゃあこれは作家がこれ嘘をついてるんですね。そんなことだとなんて言ってない。やりにくかったでしょ、だから。いやめちゃくちゃやりにくかったですよ。そうだよね。辛抱。はあ。痛い足やめてください。足蹴ってない。足やめてくださいよ。あの人をね、暴力タレントみたいな扱いするのやめてください。すねやめてください。すねはやめてください。こういうの出すんじゃないやつ。休んであげたっていうのもおかしいでしょ。あなたたちを立ててだって夏休みを取ったんでしょ。そんな中ナイツの花山さんちは大変なことがあったらしいですね、はい、昨日、はい、うちのお母さんから電話かかってきて、もしもし信行だけど出たら、うんうん、風邪ひいてるって言われたんですよ。でいや引いてない。何ああよかったっつって、うんうん、どうしたのって言ったら、いやさっき、うん、なんかオレオレ詐欺がかかってきたらしい。マジで電話が、はい、それですごい上手らしくて、うん、でうちのお母さんって、うん、あんまり良くないのがすごい喋りが好きなんですよ、うん、お話が、うんうんうん、それで何っつって、うん、いや何っていうかさってその犯人がね、うん、何どうしたのっつって、うん、何あの件あの鳥で市民会館で今度寄せに出る件この息子どういう人なんだって思うだろうね。どっちノブ直樹どっちあノブノブノブって言ってもうヒントいっぱいやっちゃう。自分でどんどん言っちゃうんだよ。恥ずかしい、犯人恥ずかしいって初めてだな。危ねえなと思って。そうだね、喋っちゃうんだね。なるほど、ね、でどうやって切り抜けたってお母さん。それで、うん、なんかずっと喋るから、うん、犯人がこのお金の話まで行かなかったんですって。そんな撃退法ある、はい、お母さんの方が喋りすぎてわーって切っちゃったらしいんですよね一回。でその後すぐお母さんが電話かかってきて、いや違うよ、ああ危ねって言ってたんで、うんうん、ああそう、はい、喋り足らなかったんだお母さんとしては。喋り足りなかったみたいですね。でオレオレ詐欺ってのはじゃあ後で、はい、あれおかしいなってことで分かったってこと。おかしいなって思ったらしいですね、ちょっとおかしいなと思ってたんですけど、うん、なんか僕って本当にそういう、うん、ちょっとなんかあんま親に対してはっきり言わないですよ普段電話で、ボソボソって言うんですよ、それだからそう思ったみたいで、リアルだったんだ、ああ砦のやつでしょ、あまああんなすぐ昼終わるよみたいなことを犯人が言って、俺も多分その同じことを言うんで、すごいノブなのかなと思ったらしくて、お母さんすごいねそれ。犯人は何もできないままじゃ終わったんだ結局ね。そう新しい撃退法だよね。そうですね、一方的に話す。それでなんかこう番号変わったとかそういう話までいかれたら、ね、かかってこなかったかもしれないですしね。だけど俺なんか思ったのが、うんだね、その後にもう一回、うん、あれさっきなんか俺さっきかかってこなかったっていう電話をすると引っかかりそうじゃないですか、うん、要するに今、うん、うちの親に、うん、昨日電話かかってこなかったあの俺詐欺とかって電話もう一回もう一回したすると、うん、なんかこうそうなのよかかりそうですよね。そっちが本物だっつって、うん、いや何新しい手口を、なんでヒント言ってるの。何新しい手口を発見してんの。いやだからあったじゃないだろうね、いろんな考える方がさ、騙す方がやっぱ知恵湧いちゃうんですよね、良くないのは。まあ、いろいろ今もう新しいのどんどん作って、そうだよね、本当本当やってるみたいですからね。全然減らないって言うもんね。でさ、あの試して買ってんでもやったんだけど、はいはい、その
そういうふうにかかってきた親の心理って、はい、もうとにかく払わないと気が収まらないっていうか、もう水がここまで来てるような状態になっちゃって、もうとにかく焦るもんなんだって、そこの心理をついてるから、相手のなんか人に相談させる間を与えない、与えないんだろうね、そういう感じできますからね、だから自分だけは大丈夫と思ってても、なんかそういうことってね、あるらしいもんね、とにかく払いたくてしょうがないっていう衝動になるから、親はね、親はね、手当たり次第かけて、うちも来たんですよ、一回ね。え、子供が、まだ4歳でしょ。いや、違う、うちの子供じゃないよ。僕も買ったけど。うちの4歳の子、どっから名乗ってじゃないよ。僕たち、僕たち。山瀬、僕たち。いや、山瀬まみじゃん、それは。山瀬まみさんじゃん。山瀬まみさん詐欺来ないから。うちの母にも、やっぱ来たんですよ。妹を名乗って。でいるの女の人もいるんですよ。そうそう、妹を名乗ってって、だって、はい、じゃあ知らないとできないことだよね。そうですね、まあ、だから妹が、はい、その女の子供がいるっていうのは分かってきたんでしょうね。でもたまたまあの妹名乗って電話来た時に、うん、妹が上で寝てたから大丈夫だったいやでもたまたま、ね、まあまあでもそれでもうちの親もなんかそういうのね、うん、すぐもうテンパりそうだから、うん、分かる怖いんですよ。一曲歌ってください真面目だから一曲歌ってくださいとか言わないでしょ。奥さん一曲詐欺がワンコーラス詐欺ですかワンコーラス詐欺歌っちゃダメですよ。とにかく奥さんいいけどそれで何て言ったんだっけ何は節でこの俺はですけどいいじゃないですかそれは何は無事だよもう他の人がヒットしてるし俺は男だしいろいろおかしいねそれが詐欺ですよ。そこまで調べてたらそういう本当だ 歌がもう詐欺歌が詐欺です、ね、歌が詐欺ってなんだ人んちの親父の前迷惑かけてねえ別に私この間スポーツジムに行ってきて、はい、自転車で通ってるのね、ええ、で自転車の鍵をカチャカチャってやってたら、はい、あの隣の男の人が電話で喋ってて、ごめん俺ついうっかり、はい、俺って言ってたけど、はい、本当に俺あんたの息子だよっていう人がいて、はい、だから、ね、8月に姉ちゃんが離婚した俺だからまさきとか言って10月に帰ってくるって約束した俺ですみたいな信じてもらうために最初に俺って言うとさこういう誤解も生まれちゃうのね。俺俺ってキーワードだけちょっと一人歩きしてますそうなんだよね。まあ今回はですね、とにかくこの木曜日のビバリーヒルズ、はい、チャンさんが最後のディレクターを務めるということ、そうなんですよ、ね、もうお世話になって、いや本当お世話になりましたよ。びっくりしました。このでね、わざわざうちに来てくれて、それでちょっと実はちょっと考えることがありまして、カナダに留学するって言うんですよ、チャンさんが。そうなんですよ、まあなんかね、川崎宗則の追っかけとかですか。なんでカナダにいるんですか。いやなんか一人でなんかスペイン旅行行ったりとか。そうなんですよ。なんか怪しいんですよあの人。女スパイみたいな感じなんですよ。女スパイ。向こうカナダでまたこういう番組やるんじゃないですか。そうかもね。あ、なるほど。このノウハウ持ってって。そうそう。とにかく番宣好きだからね。ビバリーヒルズ番宣好きだからね。番宣朝からさ、もうここで話が弾んでるのに番宣取ってください。それ仕事ですからね。そうなの、あれ仕事なんだ。それではそろそろ行きたいと思います。大反響の清水ミチコ in 武道館を記念してまたまたやります、やりましたリクエストを大募集。清水ミチコとナイツのラジオビバリーヒルズ。それではチャンの最終回、いつものメールとファックスの募集からしたいと思います。はい、木曜のビバリーヒルズが12時台にお届けしているのは音楽道場破りというリクエストコーナーです。今週のテーマはまたまたやります、やりましたリクエスト。先週、清水ミチコさんが来年の1月2日の日本武道館でのまたライブをやるという衝撃の音がありました。あの言っときますけど、私がやりたいですって掴んだチャンスじゃないですかね。あっちから なんか知らないけどまたお前やれって言われただけですから、ね、いやそれはすごいですよそのシステムじゃないでしょ、絶対私やります。そうだね、はい、では我々ナイツも、またまた11月に独演会をやることも、はい、我々はね、一寸の気晴らしというタイトルで、まあ、あの独演会ですけど3組ゲストがね、何なのそのお笑いの世界の不思議な感じ、はい、独演会だけなのに、清水さんもね、去年は行って出ていただきました。ありがとうございました。このようなリクエストですね、東国原英夫さんのようにまたまた結婚しましたとか、ね、反対にまた離婚しちゃいました、またまた泥棒に入られたなどなど、一度ならず二度以上やってしまったというエピソードにリクエストを添えてお寄せください、はいはい、受付メールアドレスはhills@1242.com、 受付ファックス番号は 0570-021242 です。
採用された方には漏れなく全員にニュータッチの美味しいラーメン1ケースをプレゼントです。そんなこんなで今日も1時まで生放送7月31日木曜日、時刻は11時30分を回りました。皆さんご機嫌いかがですか？おはようございます、清水美智子です。そして本日のお相手は準レギュラーこのお二人です。どうもナイツです。ナイツです、よろしくお願いいたします。1時じゃないですよ、すいませんね、スタジオパークと間違えてんじゃないですよ。そうなんですよ、11時半ですよ。スタジオパークの方もぜひ見てください。金曜日レギュラーでやってますのでね。そうです、今日で7月が終わりですね。早いですね。おありがちな挨拶、ありがとうございます。夏休みですからね。そうなんですよね、だから女子芸人もすごいなんか夏休みシーズンで、はい、昨夜すごかったんですよ、4時頃まで、はい、昨日昨夜女子芸人会みたいなのがあったらしいですね。すごかった、すごい最強メンバーで、はいはい、野沢直子、今メモしました、はい、野沢直子さん、はい、うん、小川夏美さ ん, 小川さん、清水美智子さん、はい、まあ、小川さんが、ね、呼んでくれるんだけどね、はい、ニッチの2人、まちゃまちゃん、はい、しずちゃん、はい、うん、森さん中の3人、ここでもう10人来ました。おにやっこさん、椿鬼奴さん、はあ、そしてボルサリーの関さんというか、はいはい、八代優ちゃん、うん、伊藤麻子、うん、妹綾子、うん、バービー、そしてなぜか三平です、なんで三平来たんだって一人だけ、なんでですかね、三平さん一人だけ。そうでね、一番なんかおとなしくて上品だった、はい、あ、そうですか。ニコニコしてみんなの話を受けてくれる。聞けない話とか聞けた、どの女子よりも、ね、あの上品だった、ね、そうでしたね、なんかね、なんか三平くんってなんか好かれるんですよね。なんかいてもまあ問題なさそうな感じですかね。どんな番組でね、うん、問題ないっていう人が意外といないのかな。俺が俺がってなっちゃうのかね、いつの間にか責任とか。そのメンバーにいたらおとなしくなりそうですけどね。そうなのかもね、呼ばれたら。押されて押されて、メンバー喉が痛い、すごいですね。でもどこで どういう人選なんですか、それは。これはでも、なおこちゃん帰ってくると、毎年、私んちでまあ、なおこちゃん会やったり、小川さんちには、でも、もちろんやりますけど。で、飲み屋ではここにしようってことで、二丁目のその小川さんが行きつけのところがあるんですけども、そこでみんな集まって、なるほど。6時間ぐらい、こう、喋って、喋るって言ってもやっぱり、それぞれに盛り上がっちゃうから、あのさーとか言って、喉を酷使してるうちに結構ヘラヘラになりましたけど。で、そのうちね、それ終わって、1時頃に、伊藤麻子さんとかね、はい、私とか、ニッチェさん、はい、そして、バービーさんなんかと、もう一軒行こうかなんてことになって、ちょっと流れて、それでそこでお茶なんかをして、1時間ぐらいで、そこは出ようって歩いてたら、ばったり、2時半ぐらいに、ミッチェンっていう声聞こえて、山田邦子さんですよ。夜中の2時半ですか。すごいよね。その女子会の流れですよ。うん。なんで呼ばれてないのっつって。そんな、マレフィセントじゃないですよ。肩にカラス乗せちゃう。私は誕生日に呼べられないんじゃないんですよ。え、あちらはどこやらのマスターと一緒にそのお店からね、出てきて、もう一軒行こうって言ってたところみたいで。すごいっすね。そうそう。で、またそこでちょっと飲みましょうなんてことになって、私、くにちゃんとね、飲んだことがなかったもんで、ね、初めて一緒にご一緒させてもらって、私たちの年代はもう、くにちゃんしかいなかったからね、昔、女性芸人はね。そう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 。で、その時の武勇伝なんかいろいろ聞いたりとかして、楽しんできました。すごい偶然ですね。すごい偶然だよね。すごい偶然ですよね。この狭い町でこんなことがあるんかと思ってびっくりしました。ニッチェとかからしたらもう、最初に飲んでたメンバーもすごいし、ニッチェは最後に山田邦子さんテンション上がっただろうな。ねえ、なんかニッチェすごい受けてたもん。女芸人の歴史をこうどんどん遡っていくような。営業で江上が自慢するだろうな、その話を。ああ、言うだろうね。ああ、でも聞いてやってくださいよ、もう。あの人、ほんと受けてたしね。あ、そうですか。あとね、なんか格が、うん、なんだろう、あの人が一番、うん一番と、親方みたいだった。あのね、何ですか、体格だけじゃなくて、ね。あいつやっぱりそういう魅力ありますよね、そうなの、そうなの。なんだろうね、あれ。動じないんですかね、その大物にあっても。動じない。うん。こびないし。心が綺麗なんですね、井上は。あ、そうだね。和ってことないですよ。二人とも綺麗ですよ、やっぱりね。近藤は汚いですけど。汚くないですよ。花さんね、今私ちょっとカバーしたとこですよね。花さんなぜか近藤に厳しいんですよ。よくわかんない。近藤さんいい子だよ。じゃない方芸人に厳しいんですよ。じゃない方を立てる文化がおかしいと思ってじゃない方はじゃない方です。じゃない方芸人が立てられると腹立つみたいな。何なんですか、その風潮。今後許さないんですよ。逆におかしいよ、それ。そうですよ。江上ってね、なんか子役の、うん、この前なんかドラマ出たんですって。うん、で子役の男の子が、うん、
なんか可愛くて仲良くなって、うん、その家族ぐるみの付き合いとかしてるんですよ。あの人でそんなことします？普通、ね、普通できないよね。 ありえないしそう。あの人はでも後輩とかにも面倒見いいんですよね。そう、あ、そうそうそうだろうね。結構その辺ももう気にせず、先輩が見てても気にせずやるから、う、本当に純粋に、うん、私もなんか途中でさ、はい、井上さん喋ってて、はい、井上さんみたいな先輩いたら私本当に嬉しいなと思った、うん、でもあっちの方が20ぐらい若いんだよね。全然若い、めちゃくちゃ若いですから。めちゃくちゃ若いんだよね。あのもう隔たりなく話しかけるから、あの子は。そうだね、うん、あれ一つの才能みたいなもんだよね。ああいうことできる人ね、うん、でもその男芸人の飲み会とか行くと、うん、やっぱこう恐れ多いじゃないですか。例えば、うん、いっちゃんなんちゃんさんとか、ね、ダウンタウンさんとかと僕ら行ったことないですけど、男子の方がなんか縦列がね、厳しいもんね。女子はそういう感じどうないんですか？あんまりないね。全然ないですね。そういうメンバーで集まれるっていうんだから、やっぱり、楽しい雰囲気なんだ。人柄かな。あと、あ、な、何々さんはこうしようじゃなくって、はいはい、こいつなんかここ大丈夫そうだぞみたいな感じで、面白かったです。バービーとかがずっとこう清水さんの横でこう、ないですね。バービーずっとついでるとかそういうわけじゃない。そういうわけじゃないです。お釈してるとかそういうわけじゃない。そういうわけじゃないです。みんなウーロン茶だもんだって。ああ、そうなんなんかで、はい、ウーロン茶の人が増えたっていう話ですけど、はい、男も当然そうだよね。はい、飲めないっていう人がね。まあ、そうですね。飲めなくてもまあ、会は行きますよね。タバコ吸う人とね、お酒飲む人あんまいなくなっちゃいましたね。そうだね。タバコ吸う人が昔は当たり前にいたけど、今ちょっと、居づらいって感じだね。ザ、居づらいっていう感じですね。飲み屋さんでもね。まとめられちゃうみたいなね。そこででも別れたのが、アナと雪の女王は面白いのか面白くないのか、ね。ああ、なるほど。野沢奈緒がケチョンケチョンに。日本人で初めて見た。清水さんだって相当好きですよね、あなた雪の女王。私はああいうミュージカルものはものすごく好き で、うん、でよく泣くし、うん、感動もするし、うん、CD なんかも買っちゃったんですけど、うん、野沢奈子さんはありえないっつって、なんであそこで急にあの歌なんだとか、最初の氷のシーンってわかります、はい、あれ見てないのか。見てないんですよ。見てないですけど、よく見てないね。でもあの、なんすか、大体想像はつけ、ちょっと待って、はい、下ペロってるのやめてくれる？ほんと嫌われますよ。鼻と下ペロっとした。まるで、可愛い人みたい。俺年下で可愛いっすよね、みたいな。はい、イラっときました、すいません。そういうとこじゃない、ね。気をつけて、この年代、すぐイラっときました。ショーシャンクの空にで止まってるんです、すいません。ショーシャンクの空に。随分止まったな。どこで止めちゃったんだ。しかもアニメじゃないしね。あの、思い出のマーニアすごい良かったですよ。あ、見ました。見ました。珍しく見てきました。昨日を、うん、たまたまアナと雪の女王が、アナね、あ、うん、もうどんな地帯だよ。アナと雪の女王で噛んだだけです今、アナと雪の女王がうちのあのすぐ近くの区民ホールみたいなところで上映するって言って、それを聞いたから、うん、あ、今レンタルしてるもんね。はいはいはい。だからもう、あ、これはビッグニュースだと思って、うん、あの神さんに知らせようと思って、あの家帰って知らせたら、うんうん、その時に、あの、うちの息子が聞いてたんですよね。うん、そしたら、神さんが、言っちゃダメとかっつって。分かってたけど、もうどうせ入れないから。ああ、人気だ。で、もう、行きたがるから。そう、知ってんだね。そうそうそう。めちゃくちゃ怒られました。区民ホールみたいなとこで、そう。もうやってるんだ。やってるっていうのを、もう聞いた途端にもう、息子が火ついちゃって、行きたい行きたいって言って。行きたいんじゃない？映画館見に行けば、別に。もう映画館やってないから。映画館やってないの？もうやってないですよ、ね。いや、やってるんですよ、これ。え、まだやってるんですか？だから、なおこちゃん昨日見に行ってきて、ロングランしながらも、うん、DVD は発売され、あ、そうなんだ。レンタルも開始かな？うん。っていう感じで大人気なんです。え、それどうやったの？子供は。その、いや、もうずっと泣いてて。だからもう、あの、買ってやるよ、DVD。寝た後もずっと神さんに怒られて。なんで言うのつって。あ、それで、今日、あ、そうか、それで朝9時まで怒られたの。寝てないわけじゃない。奥さんもしつこいな。芸人の奥さんならもうちょっと解放してあげてくださいよ。まあ、もう時間になっちゃった。あ、そうですね。そちらのうっちゃんの誕生日会のね、話も聞きたかったですが、そろそろ行きましょうか。はい、さて、ロックに花火に盆踊り、真夏のフェスティバルの思い出大募集。清水ミチコとナイツのラジオビバリーヒルズ。まずはいつものメールとファックス募集からです。はい、12時台にお届けするリクエスト企画の音楽道場破り、今週のテーマは夏といえば老いも若きも祭り祭りということで、うん、祭りを英国語に訳しまして、
真夏のフェスティバルリクエスト、花火大会、盆踊り、阿波踊り、よさこい、サンバ、そしてフジロックをはじめとする音楽の野外イベント、通称夏フェスなどなど、真夏のフェスティバルにまつわる思い出エピソードなら大歓迎です。漫才はお祭りの野外ステージでやるのが一番難しいみたいなね、あるあるも。リスナーからそのあるある来るかどうか分かんないですけども。受付メールアドレスはヒルズアットマーク 1242.com、 受付ファックス番号は 0570-02-1242 です。なんと採用された方にはですね、ニュータッチすごめネギ味噌の一品をプレゼントいたします。そんなことなんで今日も1時まで生放送1242 1242 1242。口の減らないやつ、この時間はニュータッチ三河屋製菓がお送りします。というわけで時刻は10時30分を回りました、はい、返事結構です。紹介されるまで喋らないんで、まるでいいコンビみたいにそんなしょげすぎですしね。はい、本日のお相手は清水美智子とこちら、はい、ナイツです。よろしくお願いします。なんかお忙しいみたいでね、はい、今日は新人のなんていうんですか、放送作家っていうんですか、僕のちょっと知り合いの、ね、落語作家を目指している、ね、はい、二つ上のおじさんをちょっと二つ上で落語作家を目指しているって、なんか若いような年取ったような、はい、落語作家を目指すってちょっと新しいというか珍しいね。そうですね、一応落語マイスターという職業を今つけて、うん、もういい、はい、RK って言った方がいいんじゃないですか、もう。EK、RK。EK、RK っていう言い方しないよ、落語家が全員 RK だから。そうですね、すいません。はい、清水さん、そうですね。系統でまとめたがるから。そう、落語がとにかく好きで、ね、もう落語のことなら、もうめちゃくちゃ詳しいです。でもやりますって言ってるんですけど、うんうん、もう何にもできなくて、うん、今、100円ローソンでアルバイトしてる。いや、いいでしょ、そう、はい。そうなんだ。でもさ、落語の、はい、話を作るってことは相当な才能な感じがするけどね。そうです。逆にね、ちょっとしたその世間のさ、はい、なかなか作れないですね。芸人さんも作ろうとしてもね。そうだよね、はい。作る気にならないもんね。どうする、すごい重いやつ作ったら古典になるようなダイヤモンドかもわかんないからね。そうです。彼難点がありまして、結構書く方はまだあるんですけど、うん、ちょっと喋るのが苦手で。いいじゃん、別に。滑舌が本当に何言ってるか分からなくて。落語家になるわけじゃないんだもんね。落語家になるわけじゃないんですけど。作家ですからね。ただこの書いたやつを説明するのがもう聞き取れないんですよ、毎回。だこの人何を言ってるのかなっていう。まず人間的に、会議の前に。会議の前に、そうそうそう、作家さんですから、まず書くことなんですけど、やっぱプレゼンするのも結構大事ですからね。そこまではない。すいません。それ歯がない人です、多分。そうなんだ。はい。そうですね。そんな。そういう方が、横にいらっしゃって見学しつつですね。はい。アマチュア終わっちゃいましたね。そうなんですよね。ついに。私はでも、アマチュア終わっても、みっちゃんが始まってね、NHK で、新番組の、番組がね。あ、そうだ、この間言ってた栗原るいさんとね。そう。妄想日本料理っていうのが、土曜日の11時半から、夜のね、11時半からスタートする。NHK の。うん。例えば、親子丼だったら、親子っていう言葉がついてるじゃないですか。で、丼っていう言葉がついてるじゃないですか。これをそのまま海外に持ってって直訳して、親子で、丼で、何か作ってください。そうすると、あちらのなんか親子っぽい、例えば、鮭といくらじゃないですけども、あちらのバージョンで、こういうものができましたってのも、ちょっと実験的な番組なんですけども、それが始まったっていうことで、記者会見があったんですけど、もう本当に栗原くんと頑張りたいと思います、みたいな、やっぱ普通の言葉が多かったんだよね。それでちょっと記者の人も飽きたのか、ちょっと話はそれますが、アマちゃん出てどうでしたって言ったら、なんか、10人くらいの記者の人が、よう言ったみたいな感じで、それは欲しかったんだよみたいな感じで。アマちゃんの、アマちゃんの振り返りが欲しかったと。記事が欲しかったんだ。結局欲しかったみたいで。この新聞も記事やっぱそうですもんね。デイリースポーツ。序盤の3割くらいですもんね、その新番組の話ね。
あと見出しもやっぱアマちゃんの。やっぱり食わないテスコみたいだったよ、みたいな感じ。そうですね。すごいな。だから、レナちゃんのこととかを聞き出そうみたいなことしかないんですかね。そうなんですね。やっぱりちょっと、でもなんか人間の本音っていうかね、なんか記者の方の顔の輝きで、やっぱこっちなんだなっていう。やっぱり記事にしやすいのってありますよね。そうなんじゃないんだよ。私がもし記者でもね、そっちの方ちょっと欲しいなと思ったし、人間考えること新しく始まった。あのドラマもごちそうさんもやっぱ初回がすごい高視聴率で、まあお料理美味しそうだよね。あの女の子も話題になってるんですよね。あ、子役の子、まあ、あの6歳役の、ね、ヤニうまい子、可愛いですよねあの子。ヤニじゃないわ、とっても上手な方、はい、そう、うん、見てますよ僕も。あ、そうですか。今日も見てきましたけどね。もう吉行和子さんのなんかもう雰囲気になりますね。また、あ、そうだね。出るともう NHK らしい感じの、ね。そう。また本当美味しそうですよ。漫才大会の、漫才協会の記者会見が、あったんですよ、この前。また本当？はい。いや、本当に。MK の ?MK って言わない。MK じゃないです。漫才協会なら全部 MK って言わないよ。あ、そう、漫才師は M じゃないです。あの、11月26日に、漫才大会があるんですよ。今年。それの記者会見をやって、で、やっぱりその時も師匠に、倍返ししますみたいなこと言ったら、もうそこがやっぱり記事の見出しになってるんですよ。そうか、やっぱ使われる。キャッチーな言葉使われた方が賢いんだね。今年は若手対師匠つって、若手軍団と師匠軍団でこう対決をする方式にしたんですよ。紅白歌合戦みたいに。で、こう、もう事前の打ち合わせで、ちょっとやっぱり記者のテレビも入ってるし、記事になりやすいようにちょっとプロレスをしましょうって言って、練習したんですけど、本番、こっちが、若手が、お師匠はぶっ潰すぞとかってやると、師匠が本当になんかビビっちゃって、いよいよの。繊細いや。そう、プロレスとかあんましたことないんで、ね。したことないから。すごい怖い、もう。でも、若手の方が今、勢いあるからな。立てちゃった。立てないで。全然噛みついてきてくれないんです。全然面白くないですよ。触れまくってて、記者会見が。なんか、お盆師匠だけが、なんか、やりすぎちゃって、また、なんか椅子を持ち上げたりとか、いや、そういうことじゃねえとか、なんだお前とか。乱闘じゃないの。そう。バトルが欲しいっていう。なかなかうまくいかなかったですけどね、記者会見。はい、まあでも、挑戦ですよね、これもね、一つの。なるほどね。やっぱ記者会見ででも、一人誰でもいいから、サービス精神ある人がいると、助かるよね。あ、助かりますね。真面目になっちゃうからね、なんだか知んないけど、行儀よく。難しいもんがありますけど。面白かったですね。記者会見といえば、ぜひしてほしいのが、はい、私のあの、ニュース聞きました？私のニュース。私、あの、12月30日に、はい、ついに武道館を。え？そうなんですよ。武道館？そう。武道館をどうしたんですか？武道館を。なんかね、はじ、い、めあの、イベンターさんが、はい、清水さん12月30日にライブをやってほしいんですよって言って、私別にあの、どこでもいいから、はい、年末なんかね、はい、ライブやりますよって感じで、はい、やるやるって言ったら、はい、あの、武道館なんですけどって言われて、はい、なんかその日に、ちょっと予定してた人が、キャンセルになっちゃって、はい、空いたからってことで、任されることになったんですよ。すごい。だから私一人ではとても無理なので、あの、今ちょっと、徐々にもうお返事はいただいてるんですけど、ミュージシャンの方とかね。でも清水さんの、あれですよね。もうライブで武道館ってことですよね。私が、呼び寄せる武道館っていう感じで、みっちゃんブーム第24時始まりましたんで。24時そんなにあったんですか？わかんないでしょ。ずいぶん小刻みな。そういうもんじゃないじゃん、ブームって。あ、そうブーム分かる。24回もあったらそれブームじゃないですよ。年1くらいでやってる。そうですね。その話、なんか、後半にあるらしいですよ。そうだったんだね。丸々。そうだね。そうですよ。ちゃんと下読みしてないとか言ったんです。はい。直前に来るからですよ、いつも。それではそろそろ行きたいと思います。はい。じゃ、清水みっちゃんがあんなところでライブを。そらそらここにもいきなりありましたね。あんたたちをそらせ。さっき先輩ってさ、先輩ってそういうとこあんのよね、なんて言ってたのに。自分が椅子を振り上げた。プロレスができないじゃないですか、本当に。全然台本通りじゃないですもん。前のめりですから。いや、今の若い人はね、よくできるからね、はい、みたいになっちゃった。清水ミチコと、ナイツのラジオビバリーヒルズ。ではまずはいつものメールとファックスの募集からしたいと思います、はい。12時台にお届けするリクエストコーナー音楽道場破り秋到来ということで今日は秋にまつわる話を募集します。部屋のどこかにコオロギやスズムシが住み着いて声がする秋ですねなんてエピソードから八代秋アンジェラ秋いいね
天野明、天野さよなどですね。呼ばれた、天野さよは違う、小遊三師匠の奥さんです。聞け聞け、私の言葉でも聞いてほしい。そうだろ、俺はまだ終わってなんかいて、そうだろ、谷地先輩だ、自分もそう思う。これはもう終わりじゃないですか。終わらないよ。終わりましょうよ。いつまで、いつまで許されるんでしょうこれ、ね、本当だよね。リクエストが採用されればニュータッチ凄麺鶏塩ラーメン1ケースプレゼントします、はい。受付メールアドレスはヒルズアットマーク 1242.com、 受付ファックス番号は 0570-02-1242 です。お待ちしております。そんなこんなで今日も1時まで生放送、生放送始まりました。4月23日木曜日、お昼の11時30分を回りました。皆さんご機嫌いかがですか。そして那須さん、お誕生日おめでとうございます。あなたの清水美智子です。そして今日のお相手は2週間ぶりのご無沙汰なお二人です。どうもナイスで す, おめでとうございます。那須さん、おめでとうございます今頃、今ね、清水、あっち行った帰りに聞きまして、那須さんのお誕生日だということで、おめでとうございます。我々2週間ぶり、いつものペースじゃないですか、これは。全然ご無沙汰でも何でもないんですけどね。毎回2週間ぶりですから。はい、相変わらずお忙しいみたいですね。そうですね。ちょっと細かい仕事が多いんですよね。花尾さんはさ、またナレーションもやってるもんね。あ、そうですね。ナレーション結構やってるんですよ。で、昨日も大相撲の番組のナレーションやってた。嘘でしょ？はい。どこまでまかり通ってんですか？ただなんか、間違えちゃってる人は結構いるみたいで。なんか僕がワインモバイルっていう携帯電話の声やってたんですけど、ね、うんうん、もうやってないんですよ、その後、うん、だけどなんか猫の今 CM になってて、うんうん、猫がなんか、うん、ちょっと怒ったような猫、なんかニャンニャンニャンとかやってる、うん、あれ俺だと思ってる人がいるんですけど、うん、あれ俺の声じゃないんですよ。それよく言われるんですよ。いつもなんかニャンニャン聞いてますとか、たまになんかこう声かけられるんです。 なんで返事したらいいか分かんないね、はい、すみません、猫のモノマネが今できなくて、ちょっとセリフが出てこない。いやいや、全然いらないですよ、今の話の流れだとね、はい、あった方がおかしいでしょ、はい、逆に、はい、結構いろいろやってる、分かってる、私のシーン、よくさらっと流すけど、はい、私が言ってる意味分かってます、この人。え、なんですか、猫のモノマネいらないでしょ、はい、はい、そうなんですけどねっつって。そうですよ、いや、ちょっともうマネージャーさんに確認してみます。そうですか、スペシャルウィークですよ、アナウンサー。私はね、よくね、はい、グレーテルのかまどっていう番組のナレーションの方と間違えられるらしくて、私まだ聞いてないんだけど、なんか清水さんあれも出てますねとかしょっちゅう言われる、ね、似てるんですか。清水さんもだからナレーションのイメージが強いからでしょうね、うん、あ、そうそうそう、結構いろんな番組やってるから、うんうん、あれもって思っちゃう人は、ね、そうかもしれない、声がやっぱり特徴がある人、うん、私はでも、うん、特徴、自分の声はそんななくて、多分妹彩香さん、うん、彩子さんに似てると思う。あ、妹ですね、素の声がもうね、そうそう、素の声が、はいはい、似てるかもしれないです。2人でご飯食べた時も、はい、どっちが喋ってるか分かんないくらいにテンポとかもちょっと似てる、ね、確かに、似てるかもしれない、確かにね、うんうん、声だけだと。そうですね、そうそう、誰に似てる。土屋君は高橋由伸に似てるってよく言われてます。ジャイアンツの高橋由伸に似てる。分かりにくい。そうなの、そんなに喋ってるとこ見てないから、みんなほら、あれにも似てない歌手の、はい、対馬、いや、それ母ちゃんだよ、あ、はい、あ、お母さんなの、あれ。DNA やってるだけです声全然似てないです。先週かけていただいたみたいで、すいません。先週エンディングにかけました。うちらがいない時に、なんかエンディングで対馬亜紀の歌がかかったそうです。大笑い。ありがとうございます、本当に。ガッポガッポ入ってきてますから。ガッポガッポ入ってないです。入ってないです。ね、本当にここだけですからね、対馬亜紀の歌が流れるのは。そうなんですね、ありがたいですよ。私は、はい、今週というか先週からダウントンアビーってね、NHK でやってるイギリス貴族のお手伝いさんたちのお話の長編ドラマがあるんですけども、それにハマってハマって、レンタルレンタルの日々ですよ、あ、レンタルして、うん、ドラマで、海外ドラマですか。海外ドラマでちょいちょい見てたんだけど、一、はい、回一から見てみるかと思ったらすごいハマって面白いと思うんだけど、周りが全然知らないね。知らないですね。夕べ屋の鬼奴さんとかね、水浦さんなんかと一緒にご飯食べたんですけど、見てる、ダウンタウンアビーって言ったんだけど、誰も見てなかった。なんで、見てない。なんかみんな韓流ドラマにはすごいハマるのに、どういう話なんですか。なんかそのこのイメージとしてなんか怖い話なんですか。本当のお城を借り切って、怖くないです、はい、お城の貴族たちに使える、はい、その従事、あの召使いさんたちの人間模様とか、はい、あとその
尊敬しているそこのお姫様たちの、あの人間模様とかさ、そんな権力争いとかある。面白いよね。あ、カッキーが来ました。来た。あ、見てる見てる見てるんですか。かけはんさん、笑っていいとも のいいともみたいな、ね、手つきしてますけども、ありがとうございます。来ましたね。誰のファンですか。誰のファンって言われても狭すぎて分かんないですよね。話がね。ダウントンアビー、すいませんね、僕らが見てるのかな。めっちゃ面白いです、ダウントンアビーが。面白いよね。一話からちゃんと見た方がいいですよ。そう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 。ベイツのファンです。あ、ベイツさんね、はいはい、私も尊敬してるベイツさん。ベイツさんのファンなんです。ナイツさんどうですか。ベイツさん、テミーさん、俺らがプロ野球の話する時と同じですよ。全然わかんない。今びっくりしたのは、二、はい、人とも全然知らないのに話を進めようとしてる、はい、進めてるんですよ。だから進めなきゃいけないんですよ。出てきた。これシーズン2ですけどね。ツタヤでありましたけどね。今 NHK がもうシーズン3やってるんですけど、もうちゃんと DVD で1から見てった方がいいですね。いや、でも全然、そう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 、周りにもいないですよ、これ見てる。なんでなんだろう。初めて聞きましたよ、ダウントンアビー。めっちゃ名言がね、はい、たくさんあるんですよ。本当にもうイギリス人の独特のあの嫌味応酬みたいな会話がもうすごくて、あと階級と、で基本的には貴族なんだけれど、どんどん没落していくので、はい、そこら辺の描き方がもう抜群なんですよね。そうなの。没落していくんだ、ちっとも知らなかったし。え、まあほら、そうなん、今まだこれだから、先言わないでくださいよ。あー、もうやめる、もうやめる。自分が始めた。僕一回帰ります。ちょっと更年期だから。鍵穴さんとの、ね、熱の差もありましたよ、ね。すいません。ちょっとちょっと引いちゃったくせに一番熱い。いやいや、俺らもちょっと引いちゃったんです。すごいな。すいません。ありがとう、鍵。ありがとうございました。ただ最高でした。まあでも本当そのぐらいに。なるほど。見ずにいられないですよ、一個見たらきっと。冬ソナとかもハマったんですか。あの韓流も全くなんです。全くなんですね。冬ソナが復活するってこの間言ってましたよ。今頃マジで。はい。はい、なんかニュースで、いや一から見なきゃいけないですね。忙しくなるわね、もう。はい、僕はあのフルハウスは見てましたけどね。あ、面白いだってね。しかももう一回やるんでしょ。そう、あれみたいなの。オルセン姉妹が大人になって。あ、そうなんだ。え、知らないですか。え、フルハウスですよ、清水さん。見てない人いっぱいいますよ。双子で、実はこう双子じゃないけど、やってたっていう。へえ。双子がやってたっていうさ。家もおかしいですよ。へえ。噛み合ってないのがこんな。噛ってないし。いやいや、お互いが知らないものぶつけ合ってどうするんですか、スペシャルウィークで。全然話進まないでしょ。下手すぎるでしょ。下手すぎるでしょ、オープニングトーク。見る気しないわ、絶対。ハウルスじゃない、フルハウス。ハウルスは、あの、タモリクラブ作ってる制作会社です。制作会社じゃないです。そうでしたね。フルハウス。私何かに夢中になるってことをしばらくやってなかったもんで、はい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 、じゃあこれはもうこれがこういう喜びも欲しかったんだよね。これあれですね、見なきゃダメですね、はい、次のそうですね、はい、私もじゃあ見てみますよ、フルハウス、はい、厨房ですよ、作ってる製作会社ですが、ハウルス。何回言わせる。あとアドマッチね、アドマッチ天国とよろしくお願いします、頑張ってらっしゃるね、会社ですからね。すごいですね、はい。あと私は念願のオールナイトニッポンゴールドを担当することになりまして、明日の、いや一回もやってなかったんですよ、オールナイトニッポン。そうなんです。明日は金曜日の担当となりまして、タイトルが我が人生の一曲マイベストワンということで、どんどん曲をリクエストを募ってですね、紹介していきたいと思います。なるほど。月曜日から木曜まで小林克也さんがやる。なんでなんだろうね、あのこれバランスすごくないですか。だから月金小林さんならわかるんですけど、あ、月から木が小林さんで、金曜日が清水さん、うんうん、そうなんですよ、はい、へえ、不思議ですね、不思議なラインナップですね、うんうん、あんたたちやったことあるの、俺たち日本。すいません、威張ってるみたいで。あんたたちやったことある。ないです。そうないかな。私あるんだ。悔しいな。始まったばっかりでしょ。始まってもいない。すごいね。すごいですね。今週はとにかく、ね、あの休みが多かったもん ね、うん、あ、そうなんですね。映画もたくさん見てきましたし、バードマンとかね。うん、あれ面白そうですよね。アカデミー賞。面白かった。感心しちゃった。私はアホなもんで、はい、バードマンっつって はい、なんか正義の味方みたいな話かなかなと思った、はい、全然そんなイメージあったんですね。バットマンみたいな、正義の味方はバードマンみたいな。もっとあの影がありますから、やっぱバードマンには。あとダウントンアビーファンには、はい、これ言ってもらうときっと爆笑だと思うんですけど、はい、ダウントンアビーって人は一人も出てこないっていう。
大爆笑、聞こえる聞こえる、よくありますよそういうのタイトルになって悔しいな、なんかないかな。いやいや別にそんなに。ところジョージさんこういうやつ、なんだっけ、ところジョージさんこういうやつ、大変なぬいぐるみみたいなやつ、アレフ、あれアレフ見てましたよ俺、アレフ見てましたよ、わはアレフ見てましたよ。これ似てないでしょ。全然似てない。海外ドラマのだからお互い見てないから話が合わないんですよ。どうです、ね、あとちょっと宣伝させてもらっていいですか、はいはい、今週末土曜日ですね、うん、セクシャルマイノリティを支援するレインボーパレードが開催されるんですが、うん、そこにも私ちょっと出てまいりますので、はい、土曜日は代々木公園にぜひ皆さん集まってください。はい、ブルボンヌさんっていう方と、うん、そういるよね、ブルボンヌさん、ブルボンヌさんってあの関西の番組で、そう、の、うん、僕らあの4月から始まった、うん、あの週1のロケの企画があるんですけど、うん、それの時にあのスタジオにいらっしゃいますね、ブルボンヌさん。あ、そうなんだ、はい、すごいね、最近増えてますもんね、増えてますよね、需要がね、まだまだいたんですね、うん、まだまだいますよ、本当にいますよ、もうこれ以上発掘しないでいいっていうぐらいにいますからね。そうですね、はい、それではそろそろ行きたいと思います。はい、ビバリーシネマパラダイス、今日は映画デートの思い出大募集、清水ミチコとナイツのラジオビバリーヒルズ。まずはいつものリクエスト募集からです。はい、今週は日本放送が一丸となってリスナー大感謝祭りを開催しています。我がビバリーヒルズではビバリーシネマパラダイスと銘打ち、豪華映画人が続々と登場していますが、木曜は今回もノーメイクノーゲスト、ラジオをお聞きのあなたが主役ということで、今日もいつもの放送をお届けします。はい、音楽道場破り、今日のテーマは映画でデートリクエストです。デートで映画を見た時の思い出、いろいろあると思います。はい、何の映画を見るか、チケット売り場で喧嘩して別れちゃいましたとか、うん、肘掛けをどっちが使うかで喧嘩して別れちゃいました、ホラー映画を見て怖がる彼女をしっかり抱きしめようと思ったら怖くて失神して別れちゃいました、全部別れちゃいましたね、うん、受付メールアドレスはヒルズアットマーク 1242.com、 受付ファックス番号は 0570-02-1242 です。採用された方にはもれなくニュータッチのスゴ麺横浜発祥サンマーメン一ケースをプレゼント。そんなこんなで今日も1時まで生放送ダントンアビー。ダントンアビー全然嬉しい。日本放送ラジオビバリーヒルズ。さあ、時刻は11時半を回りました。皆さんご機嫌いかがですか？あなたの清水ミチコです。そして今日のお相手は、ちょっと見ない間に立派になられました、このお二人です。どうも、ナイスです。よろしくお願いします。ご昇進ということで。あ、立派になったというのは、はい、花さんがです ね、はい、漫才協会の、副会長に就任した。あ、そっちそこじゃなくて、そっち、ね、いや、なんか、ないですかそうじゃなくて、土屋さんの髪が、すごいふさふさになってたっていう。いや、違うでしょ。そうじゃないです。いつの話してるんですか、清水さん。そうですよ。最近ちょっとね。2年前から、女性ホルモンを投与してるんですよ。土屋さんが、ちょっとハゲを気にしまして、プロペシアとかいうやつを、飲み始めたところ、本当に効果があったと。はいはい、そうですね。生えてますよ。いや、確実に生えてきてますよ。だって、本当に2年ぐらい前は、冗談で、海原遥かなた師匠の、ふーっていうネタとかを、ちょっと冗談でやってた時あったんですよ。そうだったんだ。テレビでやって、やって、そしたら、海原遥か師匠から、手紙が届いたんですよ。やってくれてありがとう。それからちょっとやりづらくなった。俺、なったらなったで。逆にね、わかる。なったで重宝するから。毎回手紙来られてもと思ってやりづらくなった。そんな言い方ないでしょ。でさらっと待っとけ。それで本当に、でも最近の全然わかんないですもんね。わかんない。で、はい、言われたらそういえば昔気にしてたっけっていう感じで。あ、そうですか。本当に復活するんだね。で、女性ホルモンなんだね。そうなんですよ。だちょっと、顔とか丸くなったというか。丸みを帯びてきて、うんうん、それで、メイクさんにも肌がすごい綺麗だった。肌が綺麗になったって言われるんですけど。微妙な喜びですね、それもね。それもそうですね。嬉しいやら。なんか恥ずかしいだからダイエットしてもそれは治んないのかな、
やっぱ、一生懸命運動すればまた、またちょっと筋肉質になるのかな。太りやすい体質にはなったかと思いますね。でも今日も挑発的な洋服でいらっしゃって。これもなんか女性っぽいですもんね。パッチワークだもんね。いや、全然挑発的じゃないでしょう。いいでしょ。ブラックコーヒーってまた女性っぽいですね。ブラックコーヒー飲んでる。僕の気配薬じゃないですよ。副会長でしょ。そうでしたっけ。副会長になったんですよ、ナイツさん。そうなんですよ。瓦分版でもね、すごい。何かあったらお尻を副会長と、それも小遊三師匠のネタですから略芸術協会の副会長、小遊三師匠のネタですからですよ。どこか言いたくないのか、ちょっとカミカミじゃないですか。まだちょっと副会長慣れしてないんで、ちょっと副会長ネタがですね、返しがまだね、まあ、できないんですよ。副会長って言われた時の返しがね、ができない。師匠にいじられるんですよ、最近。あ、副会長って言われるんで、なんて言ってるのか。めっちゃいじられますよね、最近。めっちゃいじられますね。まあ、あと、まあ、メリットはそんなにない。メリットはないでしょうね。まあ、マセキ芸能社の会長が、いるじゃないですか。もう嬉しくてしょうがないみたいで。そうなんだ。毎日11時に絶対電話かかってきますね、会長から。どういう意味それ？なんかダメだよ、つって。絶対に、誰かに言われても、副会長、降りるって言ったらダメだよ。毎回同じ電話かかってきます。絶対降りるなって言ってきますよね。何なんですかね、降りることないでしょ。構想の中にあったんじゃないですかね。これで降りたくなるよね、電話で。この電話かかってくるのか、怖いですよね。嫌になりますけどね。毎日かかってくるんだったら降りたいというの思いますね。そうなんだね。東京河原版に。東京河原版のね、これ送られてくるんですけどもね。しっかりしたつもりものすごいちっちゃい字でね。びっくりした、縦書きに一行じゃん。横で。縦書きにはたまらない。情報室のね。パラパラしてるとカレー臭がすごいよね。印刷物から香ってこないですか。あ、そうなの。77ページに。77ページに。でも見る気しないわ、そんなちっちゃい字で。ねえ、こうやって透明にして、やっと見えた。新副会長就任ということで、ニュース載ってます。そうなんですね。今日、おめでたいことがいっぱいですよ。今日はなんか。実はですね、今日は巨匠、高田文夫さんの誕生日でございまして。あら、おめでとうございます。そうなんですよ。ねえ。芸能人で言うと誰がいるんだって言ったら、対馬亜紀がいるんだって。いやいや。うちの母ちゃんでしょ。67歳、対馬亜紀と同じですって言いますよ。だから、秋世代でいいんだよね。秋世代って言わない。高田世代じゃないんですね。高田世代じゃないんですよ。対馬の方に言って。歌の方がやっぱ、どっちかというと派手だからね。高田先生、対馬亜紀世代だったんですよ。同い年です。今年67歳。お父さんも67なの？お父さん、父も一緒です。はい。ちなみに、秋はどこで知り合ったの？秋は、お父さんまさかのお見合いです。あ、本当。演歌歌手だったのにお見合いで結婚したんですよ。だったのにってことはないですけど。秋と純一郎がお見合いで。純一郎っていうの？うちの父はね。そうなんですよ。お見合いで結婚して。純一郎もじゃあ秋世代なんだって。秋世代言わないでしょ。自分の神さんと同い年のこと。でも周り見るとさ、お見合いで行ってる人ってすごく長続きするっていうかさ。ありますね。お見合いとか。仲いいでしょ、今も。どうですか？いや、まあ、そうですね。お見合い仲いいですよ。多分さ、恋愛のピークがあって結婚して、そこからだんだん、あ、現実的なものになるじゃん。あれがないんだろうね。期待もないし。そうですね。多分すぐもう結婚したみたいなんで、出会ってすぐ。そっから少しずつあれなんでしょうね。恋愛楽しみながらやった。そうなんですよね、きっと。それもありかもしれないね、この際ね。なんて呼んでんの？秋さんは、純一郎さん。ちょっと待って。20代ならやっぱり私も聞きたいですよ。67同士でしょ？普通にお父さん、お母さんって呼び合ってます。そりゃそうでしょ。今この。二重につまんない質問だわ、それ。父さん、お母さん。お父さん、お母さんですよ。そうなるんですよ。そりゃそうでしょ。だってね。でも高田先生の、なんかこう連載で、ジャポニカ芸能。そうなんですよ。高田先生、ありがとうございました。小説現代で連載中なんですね。清水さんの弟さんの俳句を読んでいる。清水一郎さん。紹介してますよ。ありがとうございました。弟さんが、こう、あれなんですよね。句集を出してるんですね。そうなんですよね。それで、高田先生も差し上げたところ、こうやって気を使ってくださいまして、ありがとうございます。結構何個も載ってます。さっきも LINE で弟に小説現代に載ってるらしいよって言ったら、速攻で買いに行きますって書いてます。はいはい。ただの素人じゃありませんねって言ってますからね。ありがとうございました。いや、俺は、すごい。驚くことがいっぱいですけども。はい。一番驚かなくなった、そんなことないんですけども、はい、韓国の方でね、覚醒剤でね、はい、捕まった方はね、あれ誰でしたっけ？私、親フィフィ違うよ。親フィフィ大和よ。親フィフィさんじゃないですよ。お姉ちゃんは香港です。
ややこしくなりますから。ちょっと覚えていて、これね、時々ね、はい、うまく一緒にされるの。みんなやっぱね、あっちの、うん。ダメですよ、名前出したらそう、そういうふうに思っちゃう人いるんだ。じゃあもう、大谷フィーフィーさんは台湾。大谷フィーフィー台湾よ。台湾、はいはい。タク姉ちゃんは香港よ。香港ですね。ゲー、うんすか、全然似てない。似てないかな。本人全然似てない。あやとちえさんじゃないですか、ゲー、うんすく。韓国綾戸千屋で、ケイウンスクエで、ほんとさ。嫌でって言われてる、ね。関西弁じゃないですか、ケイウンスクさん。ねえ、うん、あ、これ向こうで対応。ケイウスクとね、ケイウンスクの、うん。今日すごい日ですね、なんか。ケイウスクさんですよね。ケイウスクさんですよね。ケイウスクさんじゃないですね。ケイウスクです。プロペシアがおすすめやで。なんで韓国。なんで関西弁なんで。ケイウスク。ケイウスク。スクいい加減しなさいよ。怒られるわ。ケイウスクとケイウスクの。ケイウスクとケイウスク。ラジオビバリーヒルズですから、ね。これ、怒られますよ、これ。これ、忙しくなりますね。新曲プロペシア聞いてた。すか。意外にしてよ、ほんと。そろそろ行きますよ。はい、はい。今年も早いもので折り返し。今日はあなたの上半期トピックスを大募集。しみじみちこと。ナイスのラジオビバリーヒルズ。さあ、今日のちょっといい話です。はい、しみじみちこのちょっといい話はですね、はい、うん、今年の10月から久しぶりに全国ツアーが決定しました。しみじみちこの一人フェス2015でございます。ステージの上には一人しかいないのに、一人じゃないんですよ。まるでフェスのようにたくさんのアーティストが登場してる感が楽しめます。そういうことだったんですよ。日程は10月23日の広島を皮切りに石川、はい、新潟、うん、北海道、大阪、愛知、福岡、沖縄と回ります、はい、チケットは全席指定、税込みで5800円となりました、うん、はい、ちなみに東京での一人フェスも予定していますが、うん、詳細は別の機会に発表してくさせていただきます、はい、毎回30人以上のアーティストが降りてくるという噂でございます。降りてくる、まあ、一人当たりで計算すると、はい、すごく得するということが分かると思います。そうですよね、イタコみたいな言い方してますけど、東洋館で2500円で同じ人数ですからね。そうなんですよ。でも聖子ちゃんとかユーミンとか、うん、そうですよ、矢野脇子さんとかね、一人ずつの集客力考えたらすごいですよね。ディナーショーで一人3万ぐらいの方ばっかりですから、そうですね、100万以上の価値があると言ってもいいですよね。あ、そっか。ですからやっぱりね、別のところの、ね、はい、あれ振込み先をね書いておきますのでね、そこにね2万円ほどね、お一人頭、ね、金の話になる。お前が下ろしてんのか。お前が下ろしてるって言ったら話変わってきますから。ツッコミが下手で。お前が下ろしてんのかじゃないですよ。下手だ。大きい声出せばいいってもんじゃないですから。一から勉強しろ。副会長がとんでもないわ。マイクロックス。球児師匠のケツを副会長。ありがとうございます。いいですよ。会長の返しがなくていい。返しがやっとできた、返しが。できてねえよ。できてないわ。反省してねえわ。はい、ちなみに、はい、ぜひお待ちしております、はい、今週月曜からは E プラスで先行受付が始まっております、うん、詳しくは E プラスの特設ページまたは清水ミチコオフィシャルサイト 4325.net をご確認ください、はい、それではここで1曲です。一人フェスの他にもこの夏はいろんなところに私は顔を出しますが、7月7日の火曜日、8日の水曜日には東京国際フォーラムホール A で開催されます、うんうん、ミーシャさんの東京公演にゲスト出演です。ミーシャで幸せをフォーエバー。足水みっちゃんとナイツ花輪信之と土屋信之のラジオビバリーヒルズ。今日の音楽道場曜日のテーマは私の上半期リクエストです。宇都宮恵子師匠、上半期何かトピックスありますか？それは漫才協会の体制がいろいろ変わりましたからね。私は名誉会長のさらに上に行きましたからね。いや、ないです、そんな。さあ、というわけで今日も11時半から生放送のビバリーヒルズ。毎週木曜日のお相手は清水美智子です。そして本日のお相手はこちら。ナイツです。よろしくお願いします。そして毎週木曜日のお昼はこのコーナー。音楽道場破り。さあ、今年も半分が過ぎようとしております。さっき、マレゾラを歌ってくださいましたが。そうですね。その前は、こちらのね、次の歌で。ね、マッサン。はい、マッサンでした。私の上半期リクエストということで、リクエストが採用された方、漏れなく、山田の勇気紡ぎの里、手織うどん一箱をプレゼントしますので、商品の説明、改めて、ナイツさん、お願いします。はい、どうも、ナイツです。よろしくお願いします。さあ、今年も気がつけば、もう半分が過ぎようとしています。マラソンで言えば、折り返し地点。
点、21キロ97メートル50センチ。細かいですね、今日は6月25日ですから、東京マラソンで言えば品川の松村邦弘さんが心肺停止で倒れたあたり、なんちゅうこと思い出してるんですかね。マラソンから無理やりつなげなくてもいいですから、はい、まあ、上半期ということで6月も終わります、ね、今年も蒸し暑くなってきましたから、うん、冷たいザルうどんなんか食べたくなりますよね、うん、そんな方におすすめなのが茨城県の紬の里で有機紬を織るように丹精込めて作られる山台の手織りうどんですね、はいはい、ツルツルとした食感を味わっていると思い出すのが、うん、冠二郎さんの年齢サバ読み事件ですよね。事件って言われて、まあ、なんでツルツルで思い出したかちょっと分かんないですけども、冠さん年齢変わっても髪型は変えてない疑惑もありますからね。ちょっとやめてくださいそこはね。冠がね、いや冠派じゃないよ。冠派で入ってくんじゃないよ本当に、山台の手織りうどんは特殊熟成の製法により茹で上がった麺、輝くような飴色をしており、ツルツルだけではなくシコシコとコシの強さも特徴的です、はい、家じゃ悪が強すぎると叩かれた栗高一さんにもぜひ召し上がってもらいたいですよね。そんな人だから爆撃していきますね。腰の強さで言えば谷原翔介さん並みですから。いやうまくねえわ別に。シーンって言わないで。山台の手織りうどん、茨城県有料推奨商品にも指定されていますので、うん、美味しさは折り紙付きです。米助師匠もしゃもじ片手にきっと褒めてくれると思いますよ。隣の晩ご飯食べるからなんてツッコミはね絶対にしないでください。また山台手織り麺シリーズではお小遣い1万円が当たるプレゼントキャンペーンを実施中です。詳しくは取扱い販売店または山台のホームページでご確認ください。谷原翔介さんも何かと物入りでしょうから、ぜひ1万円のお小遣いを当ててもらいたいですね。いや小遣いいらないで大丈夫だろう、今日はこの山台有機紬の里手織りうどん10袋入り1箱をプレゼント、はい、あのアナウンサーにも何話のエリカ様にもおねだり豊かにもぜひ笑ってもらいたいですよね。上半期オールスターが本当ね、オールスター細かいのいっぱい出ましたね。の香りが上半期オールスターが出ましたね。ありがとうございます。すごい副会長です。ラジオネームハクション大魔王さんからいただいております。北区の55歳配送業の方です、うん、ここ二十数年病気知らずの医者知らずの私が、うん、今年がついに花粉症デビューです。おかげでこの春は久しぶりに病院通い、生まれて初めて耳鼻科に行きますと、はい、鼻の穴に何本も針金みたいなものを突っ込まれて、何それ、薬を飲んでも突然のくしゃみは抑えきれず、はい、ぎっくり腰になること2回、二度目のぎっくり腰の時に病院でコルセットを作りました、うん、それをつけ続けたら、うん、今度はお腹の周りが汗もだらけ、うん、知りませんでした。花粉症になると耳鼻科、整形外科、皮膚科に通うもんだとは、ららこれが毎年繰り返されるんだと思うと春が嫌いになりそうです。嫌な連鎖ですねこれは。鼻の穴に何本も針金って何の治療なんですか、何なんですかね、有名なとこなのかな、針治療、針治療、そういうのもあるんですね。なんかツボであるの、ツボじゃないよきっとね、これなんか薬ってやつは聞いたことあるよね、レーザーで、あー、針金は初めて聞きましたね。なるほど、針金じゃないわ、どんだけ痛いんだよ、レーザーでってレーザーでかみたいなものですよね。あ、焼いたこの熱くなった針金とか電線、痛い、熱線で違いますよ、やるわけじゃないんですね。ないですよね多分ね、はい、怖いですよ。ちょっとふがふがした話になってしまいましたが、柏原芳恵さんのリクエストをいただいております。春なのに、はい、柏原芳恵さんで春なのにでした。続いて違うよ、柏原芳恵さんだった。今の言い方違うから柏原芳恵さん、柏原芳恵どんどん下手になってんだね。もう多分もうしばらくやってなかったでしょうね。久々に発動した。80年代出るとめんどくさいな、はい、本当。さあ、めんどくさいって言わないから。続いてですね、相模原市26歳の会社員、うん、メリキンさんですね、うん、はい、今年に入ってから我が家で飼っている真っ白な猫がちょこちょこ家出をするようになりました、うん、1日2日の家出だったらそれほど気にならないのですが、1週間2週間行方不明で、毎日早朝とか夜遅く近所をくまなく探し回るのに姿はなし、保健所に猫の失踪届を出しても連絡はなし、するとフラッと帰ってくるのです。長い間家出をしていれば毛も汚れると思うのですが、ものすごく綺麗なまま、さらに家出をする前よりも丸々と太っている様子に、それが不思議でなりませんでした。するとなんと我が家の猫は訳ありの家出をしていて、もう一
件別宅を持っていたのです、びっくりしました。近所の小学生が教えてくれました。だから毛も汚れていないし、別宅で美味しいものを食べて太っているわけです。要領がいい、世渡り上手な我が家の猫です。相変わらず時々訳ありのプチ家出を繰り返し、リフレッシュして戻ってきます。へー、幸せな猫だね。でもね、飼い主はちょっと寂しいかもしれないけど、こんな暮らししみたいよ ね。隣の晩ご飯じゃないけど今日どんなおかずみたいな感じで。でもやっぱおかずが充実してる方により行くようになるんですかね。行くんじゃないですか、だんだん。やっぱもう、ちなみに私びっくりしたんですけど、番組の中で、猫って魚好きだってイメージあるじゃん、はいはいはい、で、本当はそうでもないと、実は日本は昔から、江戸時代から魚文化だったから、あれが好きなんだろうと思ってるけど、本当はすごい肉食だってことで、猫にさ、どっちに走ってくれるでしょうかっつって、はい、肉、そして魚でこうパカッと開けたら、全員がさ、なんか10匹ぐらいがバーッと肉の方に行って、そうなんですよ。だって泳げないですもんね、猫って。ああ、まあそうですね、水を嫌うから。それ関係あるか今。だからその、野生で魚を取らないことでしょ。ああ、もともとライオンが、そうかそうかそうか、うんうん。だから、ネズミとか、その肉の方がいいってことですね。そう、肉の方が、そうそうそう、うん。そうなんですってね。そうなんですか、うん。なんで魚のイメージついちゃったんですかね。サザエさんじゃないですか。違いますよ。江戸時代は、肉とか食べなかったんですよ、そんなに。で、食卓にないから。漁業が盛んだったから。タンパク質が好きだから、あの動物は、猫は、猫科は。だから、魚で我慢してたってことなんですよ、本当は。いや、全員知識人が集まるとこういう会話になる。集まってね、集まってたわ、一人もいないわ。ほんとばっかりだわ。気をつけて、全然違います、気をつけてって。間に合わなかったですマーサー扉です。警告が全然間に合ってない。発車しちゃった。松田聖子さんで気をつけてって。引っかかった。真似してないから。松田聖子です。差し進めと強め、松田聖子です。あれ松田聖子です。聖子が寒ってくるとき、なかなかなか口から風が吹くから、はい、涼やかな風が吹くから、あ、にゃんこじゃないよ、はい、鈴鹿でにゃんこ金じゃない。ちょっと詳しくなってきてんじゃん。しまった、言っちゃった。満響の師匠のこと詳しくなってきてんじゃん。清水道子モノマネ講座、ま、広小路亭の長谷スクールで、もう会長予定入れましたよ。マセキさんスケジュール押さえ始めましたよ、副会長が。必ず行けよ、気をつけてください。はい、夏の扉でした。はい、はい、続いてラジオネームハーブティーさん、53歳主婦、兵庫県神戸市の方です、上半期ですが、4月28日で結婚30周年を迎えました、おめでとうございます。30周年ということで、子供たちが旅のプレゼントをしてくれるそうです、今どこへ行こうかパンフレットを取り寄せて、いいな、主人と考え中です、2泊3日で大好きな温泉に行きたいなと思っているのですが、美智子さんおすすめの温泉ありますか、伊沢のババちゃん家いいんじゃない。伊沢のババちゃんっていう人がリスナーで有名な人で、リスナーじゃないや、いろいろな企画とか、なんか伊沢温泉に、にの人ですよね。伊沢ってどこですか。伊沢ってすぐ隣の甲府まで行かない、甲府と東京の行きたい、山梨県行きたい。ババちゃんち、人懐っこいな。近いじゃないですか、だって人ん家行きたいことですからね。ほ、で、なんていうの、面倒見もいい人なのでちょうどいいと思いますよ。リスナーに向かって紹介いきなり行って大丈夫なんですか。でもババちゃんなら大丈夫ですね。リスナーですって言って、まず怒ったことない人ですよ。そうですか、人がいい。なるほど、ゲロ温泉じゃないですか。あと飛騨、飛騨ゲロ温泉もいいですけど、ちょっと遠いじゃないですか。あ、遠いか、神戸の方です、しかもあなたゲロ温泉でちょっとさ、なんかムッとしたことなかったっけ。あ、ありました。すげえガンガン来るおかみが。おかみで。いい宿に泊まったんでしょ。いい宿でしたけど、当たり前みたいにこう写真撮ってきたから、ちょっとあれです。ここに、乗っけてあげてもいいから ね。飾ってあげてもいいからね。小遊三さん、乗ってるよかったね、よかったね。小遊三さんのね、横にね。よく覚えてますね。ババちゃんはそういうことないです。ババちゃんでないです。そういうことないです、ね。ちょうだいって言ったら土地もくれるかもしれない。土地を土地頼むって言っても、ここから。壊れなさすぎる。ものすごくいい人だから。ババちゃん断った方がいいですよ、それは。いい人じゃないですよ、バカちゃん。危ないですよ、それちょっとね。はい、じゃあ、この方のリクエストで。チューリップ、心の旅。バキシャの中。チューリップで心の旅でした。続いてはこちら、会心の一発さん、39歳の方です、はい、ゴールデンウィークに主人の実家に帰省した時、生後6ヶ月の娘を連れ、地元の神社の夏祭りに行きました、
人の多さと砂利道のせいで身動きが取れなくなりました、はいはい、さらに一緒に行った主人や義理の母ともはぐれてしまい、呆然としているとどこからともなく今時の若いカップルがやってきました、うん、一緒に出ましょうかと声をかけてくれたんです。彼はベビーカーをひょいと抱えて外まで連れ出してくれて、彼女は娘をあやしてくれていました。見かけは茶髪にロピア、あ、口ピアスにサングラスといった風貌でしたが、人は見かけじゃないですね、ということでございます。なるほど、すごいですね、優しいですね、うん、口ピアスとか鼻ピアスとかさ、ちょっとやっぱ緊張するよね、緊張感あるよね、子供預けた時に、なんとなくビビっちゃいますけど、そうですよ、いい人だった、いい人だったんですよ、これがね。仕事何やってる人なんですかね。何なんですかね、お、ラッパーじゃないですか、だからラッパーとか格闘家とかじゃないですか。俺やっぱり口ピアスの、いや絶対にデカとか向いてないね。そりゃラッパーだなおいっつって、で口ピアスってラッパーじゃないですか、みんなつけてる。全部じゃないと思いますね。そうですか、はい、ちょっと認識がないんで、あんまり一部の方にラッパーでいらっしゃいますけどもね、はい、金歯にする方とかいらっしゃいますけど、はいはいはい、そうではないと思います。全員じゃない、全員じゃないですね、はい、あとここで職業を気にするのは、うん、あのラジオのプロとしておかしいですね、関係ないからね。なるほど。何の職業だってね。はい。いや、そんなにしょんぼりされると。広げ方がちょっと。向いてないじゃないの、あんたち。広げ方分かんなかった、ごめんなさいね。本番中にしょげるのやめてくれる、本当に。すみません、すみません、はい。ゴールデンウィークは何をされるんですか。関係ないでしょ。硬いな。サザンオールスターズです。太陽は罪なやつ。あ、押した、押せ。太陽は罪なやつでした。それですよ、それ。それが大事なんです。やっとできてきました、ごめんなさい。うん、できてきた。できてた、できてた。横浜市、ラジオネーム、マリリンさん、はい。ママ友名刺というものをご存知でしょうか、はい、この前、最近始めたカルチャー教室で、30代から40代の女性たちと知り合いました。はい、メールアドレスや LINE などを教え合う際に、一人の女性が名刺を配りました。うん、いわゆる、ママ友名刺というやつで、普段はママ友に配るんだけどと言っていたんですが、名前やメールアドレスを書いてあったのですが、うん、そこにご主人の会社名と役職が書いてありました。あなたがそこで働いてるわけではないのにと思いましたが、大手企業でしたのですごく誇らしいんだろうなと今年一番驚いた出来事、本当にびっくりです。ぶっ飛ばしてやりてー。そこまで書いてない、そこまで書いてないですよ。小学生の放送じゃないんですかね。ちょっと毒ありましたけど。本当ですね。なるほど、なるほど、やっぱりちょっと自慢なんでしょうね、やっぱり。名刺にね、変わっちゃう、変わりましたね、時代変わりました、時代関係、あ、それコメントしてどうですか、こういう人っているんじゃないですか、昔から。こういう人いるんですかね、時代の問題なんですかね、これは。何やってんの、流すなよ。ご主人何やってる、流すんじゃね。適当な。ご主人何やってる人、適当な発言を今捕まったわけですよ。あなたが星なわけですから。どこ行ったんですかね、あいつはじゃないですよ。手錠かけられたのに知らんぷりしないでください。手錠かけられたのに。俺やってないよ、何も。あなたでしょ、今言ったの。時代のせいにする人、コメンテーターで多そうですよね。そういう時代なんですかね。そういう時代なんですかね。私なんかやっぱりそういうさ、あの番組見ながら自分がコメンテーターだったらどう答えるかとか思うんだけど、やっぱなんかみんなうまいね。みんなうまいですよね。うまいなと思いますよ。思わない？やっぱど、確かに事前に考えてんじゃないですか。うん、みんな事前に考えて。下手だなっていう人います。下手だな。前の日からあんまり。下手だなって人なんかいたね。テレビタックでもなんか。中にはいるかもしれない。中にはいるかもしれない。そういうのがあるからやっぱり人間関係ってのはうまくいくんだと思いますね。清水美智子です。チューブで、まあ、たたシーズンインザサン。捕まえて。サンの時に、はい、舌をちょっと噛む。サンナ。今日リクエストが紹介された方にはもれなく山大の結城紬の里手織りうどん一箱をプレゼントします、はい、さて来週はアグネスちゃんさんをお迎えします。あ、ごめんなさい、えどうアグネス全然アグネスチンって誰ですか。アグネスちゃんです。ああ、そうです。アグネスちゃんです。はい、気をつけてください。そこでリクエストテーマはズバリ私のアイドルリクエスト。オッケー。
はい、アグネスちゃんのファンでした、うん、という方はもちろん1970年代アイドルの親衛隊に入って追っかけしてましたとか、うん、プロレスラーに夢中になってましたとか、うん、今妻が錦織圭選手の追っかけしてます、うん、などなど、あなたがアイドルと聞いて思い出すエピソードにリクエストを添えてお寄せください。はい、受付メールアドレスはヒルズアットマーク 1242.com まで。ハガキの方は郵便番号 100-8439 日本放送ラジオビバリーヒルズ音楽道場破りの係までお待ちしております。6月25日木曜日、足水奈美ちゃんの天気予報です。今日の天気は曇り時々晴れ、強い紫外線にご注意ください。あーだ、日焼けは美肌の大敵なんですね。父やさん、美肌対策、あーだ、何かしてらっしゃるの？またじゃね、気合薬を、ついてくる。気合薬飲んだら女性ホルモンで肌が全然なりました。何ですかね。ブス夫人。ブス夫人。ブス夫人。デヴィ夫人でしょ。デヴィ夫人はこういう喋り方、あんたやってごらんなさい。あーた、あたじゃ、ブス夫人を。高畑敦子さんじゃないですか。高畑敦子じゃないです。ものまね。高畑敦子さん生まれたわけじゃないです。できんの高畑敦子。できるんですよ、高畑敦子。やってて。あんたたち、あの、全然じゃないですか。保険の授業舐めちゃダメよ。全然。高田さんもう少し焦りがちに、はい、高田敦子でございますけど、私ね意外とね、あのスケベの話が確かに。そんなこと言う。また一人増えた。また一人増えた。ゲット。すごいな。私もレパートリーゲット。ありがとうございます。さて続いては上機嫌、はい、大好評のこちらです。ナイツの大きい声じゃ言えません。テレビ局のメイク室や営業先での楽屋などで我々が掴んだとっておきの芸能界極秘情報をこっそりと紹介していこうという企画です。はい、まず米津玄師が離婚しまして、あっさり行くな。あっさり行くな。TBS の人か。片付けるな。言ってるね。TBS の人なんですか。安住さん、安住さん。違う。あっさり行く人いる？なんだっけ。ですか。なんで。大沢ゆりさん。大沢ゆりさんと似てた。そんな感じでした。まずね、マムちゃんが。マムちゃんから聞きましたけどね。マムちゃんから聞いたらじゃないよ。ダメでしょ、そんな言い方したら。まあ、いろんな情報といいますかね、はい、最近ちょっとまあ、気になってることなんですけども、うん、竜亭市場師匠の余興が長すぎるというはい、落語協会の会長になった言えばいいじゃん、放送で言わないで直接本人ちっちゃい声で、ね、うん、やっぱり、まあ、落語協会の今会長ですから、市場師匠っていうのは ね、 で、 ね、で、まあ、この前も東京河原版の500号記念パーティーというのがありまして、はい、余興が、まあ、竜亭市場師匠が出てきて、で、まず小道さんっていうね、竜亭小道さんっていう女性の落語家さんと一緒に2曲、まあ、演歌を歌が上手なんですよね、歌って、もうみんなお腹いっぱい で最後にまた市場師匠が出てきて、俵干し現場っていうですね、ああすごい好き、私あれ、あ好きですか、浪曲、うん、サク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 ってやつ、あそうそうそう、うんうん、あれをまあフルコーラスで、うん、あれ10分ぐらいあるんですけど、そうですそうです、まあ、歌うんですよ、うん、私も iPhone に入れてますから、あれ、あ入れてるんですか、南ハローバージョン、南ハローバージョン、うん、で、まあ、すごいわーってなるじゃないですか、なるなる、でそれで帰っちゃうんですよみんな、そのパーティー終わりだと思う、いいじゃんそれで、一番いいじゃん、ね、だけどもうその後も続くんですよパーティーだから、この前の河原版のパーティーそれで半分ぐらい人帰っちゃったんです大締めでね、はい、大締めでやるんだったらいいけどね、締めっぽいね、本当だね、途中の挨拶でやっちゃう、まあ、12月の話、高田先生もそれで帰りましたわかる、徳光さんもそれで帰りましたし、確かにね、ま、満腹になっちゃうんだよね、あれね、はい、満腹になるかも、なるほどね、市場師匠にはもうちょっとこの抑え気味にやっていただかないと、やっぱみんな帰ってしまうので、すごすぎて、でも、はい、だからそれをすごく褒めて、はい、やっぱり最後に持ってきましょうっつって、その師匠にちょっと待ってもらえばいいじゃない、一番最後に、そうそう、ああなるほど、そうするともうちょっとお金が発生しちゃうかもしれないです、もう余興のレベルじゃなくなっちゃうかもしれないそうか、はい、いやたっぷりやってるのは変わんないんですけど、ね、だって青空球児賞ゲロゲロだけですよ漫才協会の会長の挨拶はこの差あります、10分と2秒ですよ、10分と2秒、東京人素敵ねえ気持ちがいいわということで、今日の蔵出し情報は、竜亭市場師匠の挨拶が長いと、うん、そうですね、すみません、もう一回なぞらなくたっていいでしょ、はい、そうですね、そしてここからはナイツからのお知らせでございます、うん、はい、来月7月4日土曜日は漫才協会お客様感謝デーなのをご存知でしょうか、うん、知らねえやつ通常料金、大人2500円を4月4日なんと2000円に割引、すごい、はい、
学生なら2000円から1500円になります、うん、さらに漫才協会発行の500円割引券をご持参すれば、うん、さらに500円安くなって入場料なんと1500円、めちゃくちゃ安くなるんだ、本当に安いね、見逃しなく、はい、そして4月4日といえば、アンパンマン映画の新作、うん、それいけアンパンマンミージャと魔法のランプの公開日でもあります、はい、我々も声優に初挑戦しました、はい、元気100倍マラカスや、うん、お名前刺繍キャンペーンなど特典もいろいろ実施中ということなんで、ぜひ前売り券を買って楽しんでください、はい、おーすごい、そして楽しめるといえば、今年もやります、うん、東京ドームでの巨人とナイツのコラボ企画ナイツシートを開催することになりました、はい、日時は4月7日火曜日巨人対ヤクルト戦、ナイツシート購入者を対象に、うん、特製応援グッズをプレゼントするほか、うん、試合終了後にはグラウンド内で、我々のスペシャルステージが観覧できるということになっております、買ってもらいたいな、はい、当日は東京ドーム内限定で聞くことができるミニ FM を放送し、ナイツが DJ として出演解説も行うということです、うん、東京ドームを抑えたってことだよね、そうですね、東京ドームだから前節で前節で巨人戦を行っていただくっていうこと、前節じゃないわ、我々も漫才の前節じゃないです、明らかに賑やかしく要因です要因、はい、ということでナイスシート購入者以外の来場者も FM 放送受信できる、うん、ラジオ受信機で解説することができますので、うん、はい、お願いします、ぜひとも聞きください、うん、チケットは各プレイガイドで発売中、ぜひあなたもナイスシートで楽しんでください、それではここで一曲聴いてみましょう、はい、7月1日発売です、みんな大好きクレイジーケンバンドの新曲です、うん、指瀬戸内寂聴のね忘れられない一言コーナーでございます、お願いします、早速ねたくさんの段学さんからねいただいておりまして、はい、忘れられない一言を紹介してまいりたいと思います、はい、私ね、ま、あの90代でございますけどもね最近はね、はいはい、モノマネの方にもね力を入れてるんです、はい、先生がモノマネするんですか、そうなんですよ、はい、1枚目をちょっとそういう声でね、はい、読んでみたいと思います、はい、インコアイさんから名言の方向A6 スキさんをギャフンと言わせた名言があります。10、20、30。いやいや、20、30。番号入ってない。女性の声はもしかして。入ってない、ね。やめてくださいよ、法律事務所の。怖いですよ。ありがとうございます。やっぱりこういう才能もあるんですね。でもそれをね、わざわざ押し殺してね。どこで練習してるんですか、先生。一生懸命。私も忙しいんですよ。名言の方向 A6 スキさんをギャフンと言わせた名言、それは、和菓子のあんこはこしあんだけ、粒あんは認めないぞという A さんに対して、うん、柳瀬隆さんが言った一言、アンパンマンは粒あんです。A さんはあれからこしあんを食べたのでしょうかとあります。すごい。謝罪の過払い金は10日です。関係ないから。ごちゃごちゃしてんな、おい。散らかってなわよ、ゲームが。散らかってるな。ということでございます。はい、でちなみに、うん、あんはどっちが好きですか、粒あん、せーの。はーい。粒あん。僕はこしあんでした。マジで、はい、どこがいいの、こしあんって。歯触りが。通の人ほど言うよね、こしあんって。そうなんですか。はい、残らない、豆感がない方が僕は好きです。あの、豆がいいんじゃんね、うん、なんか甘すぎちゃうかな、うんうんって何その自信それ間違ってるよみたいないやいや人の好みだからこしてる方がいいんですね、こしてる方がこしてる方がいい、ずれてる方がいいみたいなどこで強気になってんだ本当ねそうですね、はい、木村智美が歌いますラブミュージック、木村智美さんでラブミュージックでした。あ、先生、ね、この時ね、ラブミュージック、あの L の時にね、はい、あの下を R みたいにする人がいるんですね、はい、ラブみたいなことがあるんですよ、 L はやっぱりね、はい、下にちゃんとね顎、上顎をつけなきゃいけないんですね、はい、ラブミュージックいやいや先生先生いつまでも若いんですよ、はい、私はね、モノマネしたりとか忘れられない一言どんどん書いてきましたね、先生ちょっと紹介して飽きてきたっていう、はい、紹介して回りたいと思います、ね、お願いします、ことしょうぐきさん、ことしょうぐきさんですね、ぎくではないんですね、これがね、ね、はい、はい、今年初めに 8.6 秒バズーカのラッスンゴレライが忘れられません、うん、何のことか全くわからなかったですが、うん、あのテンポにやられてしまい笑ってしまいました、本当におかしかったですね、ラッスンさんの忘れられない一言ということなんですね、あ、なるほど、先生ラッスンゴレライとかご存知なんですか、もちろん私もね、あれってね、はい、あの踊ってますね、やっぱり、え、踊ってるんですか、ちょっと待ってたちょっと待って、やるんですね、やります
ですよ、やっぱり、ね、自分のこのそういうふうに時代とね、あの一緒に乗っていかないとね、若い人なんかね、やっぱりね、講和に来てくれなくなりますからね、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、お釈迦さんっていうふうにね、やっぱちょっと、説法の中に入れる。お釈迦さんは逃げないですよ。ちょっと待って、お釈迦様。逃げないですよね。お兄さんみたいに。南無妙法蓮華経よりもね、やっぱりヤッスンゴリラって言ってた方がね、やっぱりね、絶対ダメだわ。お客さんもね、あ、次うち来てくださいってことになりますからね、私の営業。何が本尊なんだ。今に叱れるわ。清水博正が歌います。東京坂道物語、張り切ってどうぞ。6月11日木曜日、お昼の11時半を回りました。皆さんご機嫌いかがですか？あなたの清水美智子です。そして今日のお相手はなんとベトナム帰りのこの二人です。どうもナイツでーす。アロハアロハ。なんで覚えてこなかったんですか、こんにちはみたいなこと。アロハじゃないです、ニョクナムみたいなことを、ね、あのよろしくお願いします。アロハじゃないですよ、それ。最高でしたねベトナム。本当ですか、まあ食べ物美味しいですよね。美味しかったですね。もう暑かったですね。暑かった、やっぱり。暑かったですね。ありがとうね。なんか、お土産を皆さんにいただきました。これちょっとチョコレート。ベトナムのチョコレートですかね。ベトナムのチョ、このベトナムの帽子の形をしたチョコレートが。うん、あ、かわいい。はい。3分の2溶けたんじゃん。これちょっと、あれ気持ち悪い。あれ溶けてますね。食っちゃった後みたいになってますけど、ね。5つしか食べるないじゃん、はい。食べるっていうか、ね、形が。食っちゃったとじゃないんだよね。これはもう復元できないですね。復元できないです、はい、買った時点で製品として溶けてたのか、パカだって、うん、家でかみさんが嫌がらせでベランダに出したのかちょっと分かんないですけど出さないと思いますよ、いちいち。はい、いや残ない形ですね、これ残念ですね、ちょっとお土産チョコレートのいい匂いだけはしますけどね、はい、ちょっと食べる気はちょっと、とにかく暑かった。可愛い形のちょうだい。すいません。すごいね、これ。シェルチョコレート。ここまで溶けるんですね、チョコレートって。そうですね。ここまでなるのなかなか珍しいですよね。ね、だって板チョコだってさ、意外と溶けないなって思うもんね。はい、もう真夏の車の中とかですね。車の中で やっとです、炎天下で。これダメだよね。なんかトラックとかに置いといたのかな。うん、どこで溶けたのかな。そこら辺わかんないよね、うん。いや、多分もう買った時点で溶けたんじゃないですかね、これ。CCD カメラかなんかで。溶ける瞬間見たかったですね。そんなことより謝ってくださいよ。すいませんでした。皆さんのお土産が、はい、一人一個ね食べてね。はい、後でヒットカット買ってきますんで。ヒットカットですね。すいませんよ。すいません、ね。気をつけてください。はい、なんと上沼恵美子さんの番組で、はい、ナイツの二人がベトナムに行ってきたと。ベトナムに。解決エミチャンネルっていう関西テレビで。ああ、はい、やってますね。あれが20周年でして。あ、いいなぁ。20周年記念ということで、うん、ダナンっていうベトナムのリゾート地に、ロケに行ってきましたけども、うんうん、もう、すごい高級ホテルに泊まりまして、うん、あ、いいなぁ。もう本当にね、なんかロケというか、旅行のような感じですね。うん、そうなんだ。そんなんで、でも面白い映画は撮れるんですか？一応そうなんかね、収録はあったんですけど、一日だけまあ回して、うん、もう丸々回さない、うん、リゾートの日が一日あった。わ、よかったね。そうですよ。じゃあキャッキャ行って、海パンになって。楽しかったですね。海は入る？海はね、プライベートビーチがあるんですよ、ホテルの中に。うわ、行ってみたい。で、ずっと朝からバンバンに錦野明さんが泳いでました。嘘でしょ？本当です、本当です。たまたま？いや、ロケで、一緒のロケだった。あ、よ、びっくりした。ありえそうだしね。まあまあそうですね。なんかそんな、リゾート過ごしてそうですけど。えみちゃんでのゲストで、錦野明さんとか、矢口真理さんとか、ね、とか田さんと、大変三郎師匠と、狩野英孝。めっちゃ盛り上がるじゃないですか。へぇ面白かったですね。じゃあ、もう、なんの困ったこともなく。でもなんか本当に英語を勉強しないと、ルームサービスで、なんか食事食べ放題だったんですよ。高級ホテルで、スタッフがいいでしょっつって。ルームサービスで、ああ、なんで、へえ、頼み放題。でも電話して、なんか、パンケーキプリーズとかって言ってんですけど、はんとかなって、ワンパンパンケーキとかする全然通じないんですよ。それがね、なんかやっぱり、恥ずかしくなっちゃって。ああ、うん、3回目からはもう心折れるかもね。そうそうそう、もういいです、つって。買いに行きます、つって。やっぱ英語をマスターしたいなと思いましたね。これもルームサービスで伝わらなくて。まずは FM の喋りですよね。うん、はい。FM？ ね。FM
長の喋りをマスターしたら、You can order the pancake. ちょっと初めですけど、殴っていいですか？やってきた。僕もそういう感じで一生懸命こう伝えようとしてルームサービスしたらもうあの向こうがイライラしてもうジャパニーズプリーズって言われて日本語で言ってくれそっちの方が早いからって、はい、ああいう時ってだからなんかジャパニーズが喋れる、うんはいはい、あのスタッフはいますかって言った方が早いんじゃないですか、ね、そっちの方が早いんですよねだからそう呼んだ方が良かったジャパニーズオンリーとかって言えば良かったんですけど、うんうん、下手に英語でやろうとしたから、うん、努力するから傷つくのかな、はい、そうですねそれって言われた時 のショックは大きかったですねショック大きいです全然どんだけ食べてもいいっていうのに何にも取れないっていうね、そうなんだ、そんなさなか芸能界に激震が走ったらしいですね、はい柏木いやまあそう間違えました柏木由紀じゃなくて U 字工事の福田君間違いないでしょサンドイッチマンの富澤さん全然違うじゃん U、だけじゃんそれぞれ男の子が生まれましたおめでとうございます、今月ってことはいですかねこれ福田君は生まれるまで全く言わなかったですね。はい、本当だ。あ、全く知らなかった。あの仲いいじゃないですか。うん、みんなあのさすがにね妊娠してるとかもうすぐ生まれるんだぐらいの情報ってみんな共有してるじゃないですか。うんうん、福田くんだけは誰も知らなかったんですよ、はい。なんでだろう。あの子でもちょっとそういうとこあるよね。はい、なんか、はいはい、あのプライベートを本当の意味で大事にしてるっていうか。はい、いや誰も聞かれなかったんで。はいはいはい、って言いそうですよ。そう悪気なく、うん。そうですね。はいはいうんじゃあサンドイッチマンの富澤さんだけおめでとうって言われて、はい、そうですね男の子が報告がないんでねちょっと暗くなってそうだねあったらあったで生まれました、ね、多分面倒じゃないですかとか言いそうだもんねうんそうですねうんただスギちゃんが結婚を発表ねしたということで今日はいちょっとビッグニューススギちゃんが13歳年下の女性と。ほんとすごいじゃん。結婚したということで。なんでそんな声が、うん、なんか、はい。おめでたい話なのに。なのに、まるでなんかね、はい、お通夜みたいな感じで。いや、なんかすごくないですか、うん、もうちょっと逆にすごすぎてなんかちょっとこういうテンションになっちゃうんですけど。すごすぎて、はい、すごすぎるって何なんですか、何なんですかその自信に溢れたか。何ちょっと直した方がいいよ。チャンさんがカナダからね、はい、ハガキくれだったら、はい、ディレクターねやってた、うんはい、行こうかなカナダとか言ってたけど、うん、そんなに親しくないでしょチャンさんだって迷惑じゃんあんたったらいや俺とチャンさんの関係どこまで知ってるんですか分かるよ大体何があったお元気ですかって感じでしょ多分でしょいやチャンさんもだってめちゃくちゃ仲いいですよ僕 ないですよあっちはだって稽古師匠もチャンさんとマグナチです。稽古師匠とはありますよ、チャンさんとね。同じですし。うん、でもあんたは関係ないでしょ、別に。いや、なんてこと言うんですか、清水さん。それだけは許せない。俺と清水さんと同じぐらい仲いいですよ、チャンさん。一回もご飯一緒にしたことないしね。俺、はぶられてます。俺、はぶられてます、ビバリーで。普通に一般常識のこと言ってるだけで。一方的になんか思ってる、ね。ああ、もう。自分はまってると思ってるの。逆ギレ。ふざけんなよ。逆ギレ、華々しい。はぶられてんだ。はぶられてるじゃないあ。そういえば私、昨日、タクシー乗ったら、はい、運転手さんにこんなこと言われたんだけど、はい、こんなことであるかな。はい、あの、これパスモは使えませんよねって聞いたわけ。はいはいはい、パスモはあの使えないんですけど、はいうん、今後パスモはなくなってきますよ、多分。俺の試験だけどね、っていうの。そんなこと言われなんでかっていうと、お客さんも気をつけた方がいいと。最近、はい、パスモを持ってるであろう携帯に向かってかざす人がいると。はいはい、でそれで何してるかっていうと、チャレンつって、500円だか500円か、うん、300円だか400円、うん、500円を、こう、抜いていくと。着服チャリンつってこうやってそういうあの犯罪があるから気をつけろとなるほど IC カードとかに、うん、みんなそんなことできちゃうんですかそんなことできるのかな、だからこうかざされてるなと思ったらお客さん、うん、絶対にかわした方がいいよっていう注意を昨日受けたんですけどIC スリがいるぞとそれってことはでっかい機器を持って相手もチャリンってやってるんですねこれね500円だと分かんないんだって、うん、減ったことがねカバンとかに近づけて、うん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 、怖いですよそれは怖いですね、うん、怖いな IC3 そのことであんたやってんじゃないの花野さんいや俺はスイカですよパスモじゃなくて俺がやってんのはやってんじゃない犯罪に変わりないわ関西だったらイコカでやってますよ俺関西行ってまでやるよ500円ずつ
それではそろそろ参りましょうか、はい、さ、はい、ひらよレビューだけど、今日はキリスマよりすごい料理を紹介するの、はい、清水石子とナイツのラジオビバリーヒルズ。さてここでもう一つメールとファックス募集のお知らせです。毎週木曜のお便りいきなり大笑いはこちら、瀬戸内寂聴のね、忘れられない一言なんです。まあね、あの言葉というのはね、不思議なもんなんですね、はい、人を生かす言葉もあればね、傷つける言葉もあるね、はい、もちろん私のようにね、人を救う言葉、こういうものはありますね、はい、そんな言葉の中からね、特にあなたの心に響くものをね、お寄せいただければ、うん、ラジオで供養したいと思うんですね。言葉供養、いえいえ、自分のね、忘れられない一言はね、特別なんだよなんてね、おっしゃる方いると思います、はい、そういう方にはね、特別供養というのもあるんですよ。これちょっと特別な、またね、お値段も、あの、お値段また、あ、これ、偽物だ悪徳商法の溶けた溶けた、いくらですか、特別用。いや、一人信じてる、一人まだ信じてる、はい、いいですよあなたが忘れられない一言、平野レミさんが料理番組で言い放った一言なんてのも大歓迎です。ありそう。受付メールアドレスはヒルズアットマーク 1242.com、 受付ファックス番号は 0570-02-1242。 今日この後登場する平野レミさんへの質問やメッセージも、ヒルズアットマーク 1242.com までお寄せください。すべてのメールファックスの中から3名に今日も、調理にも台布巾にも使えるビバタオルをプレゼント。清水みっちゃんとナイツ花輪信之と土屋信之のラジオビバリーヒルズ。今日の音楽道場破りのテーマはランチでリクエストです。えっとさ、ランチでさ、レンパンでパパッと作っちゃえばいいのよね。私が好きなのはレンパンだけど、ナイツが好きなのは何番？僕はカトパンでもショーパンでもなく、アンパンマンのミタパンです。いねえよというわけで、もうスタジオの中からすごく赤くなりましたけども、週刊誌片手にね、喋ってるのゲストは初めてでございます。みっちゃんって言ってますけど、人からはいいんですけれども、とにかく。私が喋るから黙ってください。今日も10時半から生放送のビバリーヒルズ。毎週木曜日のお相手は、もう一度言います。清水美智子です。そして本日のお相手はこちら。どうも、ナイツです。そして、お待たせしました。真昼の美女対談、ビバリーで昼食を。本日のゲストは、平野レミさんです。こんばんは、平野レミです。なんかちょっと生放送じゃないみたいね。生放送じゃないみたいですよ。こんばんはって言うとね。なんでわざわざ。こんにちはですね。歩く放送事故と言われてますから。歩く放送事故。放送事故って誰がつけなんか知らないけど、それね、事故っていうのはさ、はい、何かというと、ブロッコリーを、はい、NHK で、はい、ブロッコリーってね、いつもさ、小分けにしちゃって、はい、それで、そうそう、小分けにしてさ、はい、こうソースかけたりするでしょ、はい、それでブロッコリーにあんまり気の毒だから、はい、今日はブロッコリーに敬意を表して、もうそのまんまの、ね、ブロッコリーの形のまま、はい、おったてさせちゃうと思ったの。で、おったてさせちゃったの。で、そこにソース、美味しいソースをさ、はい、てっぺんからタラタラタラー、タラタラタラって言ったら、はい、できましたって言ったの、うん。そしたらさ、ブロッコリーがさ、バタって倒れちゃったのよ。そしたら200万のアクセス来ちゃったんだ、うん、そんなつまんない、くだらないことで。だそれは私が悪いんじゃなくて、ブロッコリーが悪かったのよ。うん、いやいや、それは悪かったんだから。誰も悪くないですよ。だって、立ってるものはやっぱりね、倒れますからね。そうそう。もう食べちゃえば一緒だし。そうそうそう。そう。そんな大げさな話じゃないって、レミさんおっしゃるんだけど、はい、大概の料理研究家って、はい、料理家の方は、綺麗に綺麗にね、そう、あんまり見たことないですよね、料理家。だからさ、だから、NHK っていうのはさ、失敗しちゃダメなのよ。はい、で完璧を望んでて、みんな完璧なものが出てくるだろうなと思ったらば、生放送でさ、おったれて、おったれちゃったからさ。おったれちゃった。言い方ですよ、多分放送事故。おったててとか、おったれちゃった。逆にね、おったれちゃった。そんな言い方しなくてもいいよ、相方のノイル師匠がね、今ノイル師匠じゃない、コイル師匠じゃないですか、今日清さんはいらっしゃらないんですか。違いますよ、やったんじゃない、しょうがないじゃないですか。今日みーちゃんさ、目描いてないけどさ、うん、テレビじゃないからさ、目描いてないじゃないよ、可愛、うん、いじゃん。あ、本当ですか、若いよ、うん、テレビよっか若いよ、ラジオの方が。いやでもレミさんもすっぴんで、だって私今日はさ、仕事ないから、はい、で、あ、じゃあ今日晩だから、晩、はい、晩バン今日これから大阪行くの、大阪行くの、バンバンバン、今日これから仕事が夜あるってことですよね、新幹線今日バンだからバンバンバン、あ、ありがとうございます。で、大阪行くのね、男の子みたいでしょ、喋ってる、そんなことあるんですよ。それ で化粧して、はいはい、するから、はい、だから、うん、ティーフはもったいないから、あ、お忙しいんですよ、これからだってね、その
これから大阪行ったり鳥取とか行ったりするんですか。緊張したのすっぴんの熟女二人の前で大丈夫緊張してます。言わなくていいですよ。すいませんね本当にね汚くて悪かったね本当に。いい本当にね、はいはい、というわけで今日はレミさんをお迎えしつつ、はい、いつものこの企画もお届けです、うん、音楽道場破り。今週のテーマはビバリーで昼食をということで、はい、ランチでリクエストです。リクエストが採用された方にはもれなく山台の結城紬の里手織りうどんを差し上げます。商品説明ナイツにお願いします。どうもナイツです。どうもよろしくお願いします。いや、まあ、今日もね蒸し暑くなりそうですけどね、はい、こんな日のランチはやっぱり麺が食べたくなりますよね。確かに麺がいいですね、うん、ただし麺と言ってもいろいろありますから迷うところです。そんな時はね専門家に聞けばいいと思うんですよね。そうですね。カノエコ違うわ。もう今更僕イケメンとか言わないでしょうね。それよりもちゃんとしたプロが目の前にいらっしゃるでしょ。すいません気がつかないで失礼しました、ね、教えてください。平野レミさん。平家かよ、平野じゃないで平野さんって呼ぶんですよ。さ、料理もさ混ぜもさもう少しパパパパって手短いやった方がいいわよ。美味しくないからさ。申し訳ないです。すいません。いやレミさん、今日のような日におすすめの麺は何でしょうかね。やっぱさ山台の手織りうどんだと思うよね。山台の手織りうどんですよね。それと、ほら、うん、焼きそばのペヤングダメです。山台の手織りうどんです。入れちゃダメだダメですよ。ね。紬の里で知られる茨城の結城地方で、はい、まるで結城紬を織るように丹精込めて作られるのが山台の手織りうどんです、はい。山台の特殊熟成の製法により茹で上がった麺は輝くような飴色をしており、うん、シコシコとしてコシが強く、ツルツルとした舌触り、が特徴です。ちょっと私試食してみていいですか。はい。あ、美味しい。あ、本物のレミさんもどうですか。お箸これ。いいですか。すみません。ちょっとクオリティが高い。クオリティが上がりましたね。長い。どんな麺ですか。2メートルあるわ。今度ちょっと溶きそばやってください。見事。無理です。溶きうどんでもいいです。溶きうどん。これからの季節は、腰の強さを味わえ、冷たさを満喫できるザルうどんがおすすめです。うん、みずみずしい麺が見るからに食欲をそそります。はい、茨城県優良推奨商品にも指定されていますので、美味しさは折り紙付き。また、山台手織りうどん、手織り麺シリーズでは、うん、お小遣い1万円が当たるプレゼントキャンペーンを実施中です。詳しくは取扱い販売店、または山台のホームページでご確認ください。はい。はい。ということで、山台のからのお知らせでございました。はい。私もさ、はい、お小遣い当たったら、手織りうどん買っちゃうかな。ね、何ですか。すいません、ちょっと、レミさんのモノマネ言い忘れたセリフを。やっぱ本物の方がすごいから、やっぱちょっと負けたっていう感じがしました。ダブルレミさん、ちょっと大変ですね、これは。頼みますよ。ずっとやってるの、これね。そうだよ、そうだよ。だってさ、ゲストが、大変ですよ。3人目いるの。私は、もうちょっと品がいいでしょ。もともとは、ラジオから出られたんですからね、レミさんね。そうなんですか。いや、もともとは流行しない流行歌手。あ、そうだ、シャンソン歌手でもあったんだ。歌をね、流行しないもんだから、うん、じゃあ本当シャンソン歌手だったんだけど、はい、シャンソンダメだっつってさ、うん、とりあえず、うん、流行歌手 やってくれっつって、うん、流行歌手やって、うん、4曲目の曲がさ、コロンビアから、うん、カモネヨンドって知ってる、うん、銀座町にネオンがともりゃあこりゃこりゃって、まあ、下品でそう嫌だったんだってね。これがまた売れちゃってさ、で銀座にさ年初ってカモの中に入れて、でみんなよろしくよろしくってやってくれてさ、うん、そこまでは私は、落ちぶれたくないっつって、はいはい、それで芸能人生活をもうパッとやめちゃったの。そうしたらさ、リンリンと電話かかってきて、TBS から電話かかってきて、はいはいはい、今度ね、新番組やるんですけど、うん、ちょっと来てもらえませんかって、私は言ったのよ。はい、で、言ったらばさ、あっつって、あ、君、あれですか、向こうの家に入ってますかって言うから、入ってます。薄まってますけど、入ってますって言ったの。で、ハーフなんです。いや、じゃあ、ハーフって言ってもちょっと、薄いですけど、じゃあちょっとここにね、人がいますから、ちょっとさ、はいはい、180センチぐらい背のあるさ、はいはい、ちょびひげ生えてる人がいて、はい、で、この人とここに人がいっぱいいると思って、ここでなんかやってくれてたの。はい、で、やったのよ。はい、だから、その、ここに、毛生えてる人がさ、ひげね。毛生えてる人が、久米さんだったの。久米さん。そうなんですか、久米ひろしさん。その頃、生えてたの。そう、毛が生えて、口のとこにいっぱい。口のとこに毛が生えてっていう。おひげのこと、毛が生えてって言ってたの。ひげで十分。この人と一緒に、ここに人がいっぱいいると思うから、やってちょうだいって言ってやったのよ。ぴった
ですもんね。そしたら私はそれ通っちゃってさ、それで扱いする、することになっちゃったのね。すべさんと一緒に。そうしたらばさ、草場さんとしたディレクターがさ、いやー、レミちゃんが入ってきた時は驚いちゃったよって言ってね、なぜなぜなぜって言ったらば、あの、可愛いね、はい、女の子が入ってくると思ったらばね、レミちゃん入っちゃって、いや、そんでも、君で結局ね、よかったんだけども、実は、つって、はい、コロンビアのね、新人のパンフレットがあったんだって、そしたら、平野レミというね、写真、あのに、活字の上にね、ヘンミマリが あったんだって。ああ、ヘンミマリさん。それで、私の、あの、写真の下に、ヘンミマリって書いてあったんだって。それで、平野レミってね、可愛い子使おうって言って、で、私が言ったらさ、え、君って言って、だ写真とあんまり違うもん。だから草花がさ、私もさ、間違えちゃったのよ。ああ、可愛い写真なんだ。ヘンミマリが来ると思ってたんですよ。そう。それでさ、人生狂っちゃった。いやいやいや、大成功だじゃないですか。だってもう、草賀さんのおかげや、私は。そうですよ。それでラジオがうまくいって、大ヒットしました。うんうん、そしたら、その声を聞いてた、世界的なイラストレーターの方が、一目惚れっていうかね、はいはい、一聞き惚れで、そうなんですか。今週の週刊文春は猫になってますね。はいはい、そう。ちいちゃん、ちいちゃん。ちいちゃん、お宅の猫、ね。そう、これを毎週書いてらっしゃる方であり、ハイライトのパッケージデザインなんかもなさった。あの、ハイライトのパッケージ。ハイライトのパッケージ。そうよ。あれなんか私のさ、買い取りだったんだってね。ずっと前あれ印税だったらうちさお金いっぱい入ってきちゃったのさ偽弱長がここにもいますもうすごく ね, すごいですねあれたった70万円だってさ、たった70万円たったっていうかもう立派な70万円よね70万円ですよねそう、うん、ただそれをねあれ印税だったらうち今頃さ大金持ちだから1箱入れればはい何円って入ってきたからねもう十分でしょうかもううちだから貧乏なのずっとよくそんなわけないですよデミパンも売れまくってますねそうですねあれデミパンもね大ヒントじゃないですかいやあれはだからもう事務所とかさ工場が取ったからさいっぱい工場がいっぱい取ったからそうそうそうトリプルの話になっちゃったデミさんもねお金は手荒しいもんだだからさ、はい、あの怪我らしい話はさやめた方がいいのだって私はさ、はい、シャンソンさずっと練習でさ、うん、シャンソンとさ練習したのよ、うん、そうしたらさ先生がさ、うん、絶対プロになっちゃさ いけませんよっての、はい、でどうしてプロになっちゃいけないんですかって言ったらば、うん、プロっていうのはねお金を取るねあの商売で、うん、お金っていうのはとても怪我らしいもんだから、うん、そういうことはね思っちゃいけませんって言いながら、うん、私から月謝いっぱい取ってさ、うん、ひどい先生ひどいですね怪我らしいお金いっぱい弱小がいっぱいいるんですねそういますね言い方ない弱小弱小様はお金込まんじゃね偽弱小が悪いやつですから人聞きに気をつけましょうじゃあ1枚目いきますよレミさん、はいはい、江東区のうっかりちゃっかりさんからいただきました、うんうん先日ママ友5人でランチをしましたインド人が経営しているという本格的なカレー屋さんです、はい、みんなでそこのインドカレーを注文そしたらスプーンがついてませんでしたさすが本格的なカレー屋さんね、うん、きっと手で食べるんだねとこそこそ話しつつみんなで勇気を出してカレーに指先を突っ込もうとした瞬間、うん、お店の店員さんがすみません忘れてましたごめんなさいとスプーンを持ってきてくれました出るのかいスプーン、うん、だよねということで、みんなよかったねと大笑いしながら本格的インドカレーを美味しくいただきましたということですさすがのレミさんも指で食べたことないですよねカレーない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 、うん、インドの方に行ったことないあれさインド行きたいのよ店行こうよインド行きたい行きたいんだ絶対行こう絶対行こう面白い映像ですよね絶対もうインド行きたいねで左手が不浄なんだっけそうですよね。右手は、右手で食べるんでしたっけそう、左手かもしれない。よく、よくご存知です。でもさ、議長の人はどうするんだろうね。どっちの、どうするんですかね。関係ないんじゃないの、ね、左手の人は。どうなんですかね。さあ、という方で聞こえてきました、うん、この方のリクエストのイントロです。スマップで、ジョイというわけで、スマップでジョイでした。はい。さあ続いての、はい方大和市の42歳ラジオネーム、うん、あやパンよりもレミパンさん、ね、あ、ありがとうございます、うん、あやパンよりあやパンよりもレミパンさんです、うん、の方が好きだってことね、うん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 小学校の給食がご飯の時、うんご飯が余ると担任の先生がおにぎりを握ってくれました、うん、先生はふりかけを持参しておにぎりを作るので辛い先生だ、ねうん、生徒たちから大人気でした、うんなのでおにぎり用のご飯を確保するため最初に配るご飯の量を減らしたこともあります、うん先生のおにぎりのおかげもあり私のクラスではご飯を全く残さなくなりました、うん懐かしい給
食の思い出です。いいな。リクエストは給食の時間になぜかよく校内で、流れていた YMO のライディングをお願いします。へえ、私たちの時代なんかさ、はい、ご飯がなかったっていうかパンばっかりだったんだよね。あ、給食で。私たちの後になってご飯給食ってのがすごい羨ましくて、一見逆みたいじゃん。そうですね。本当ですね。うん、パンとあの出汁粉乳とかですか。出汁粉乳ではないですけど、パンってありましたよね。でも出汁粉乳の牛乳。ずいぶん前ですか。戦時中じゃないんですから。お願いしますよ。急に怒るっていう。清水さんの給食の時代は確かに。コッペパンです。コッペパン。コッペパンじゃないでしょ。パン。揚げパン。失礼しました。あんたたちもやっぱりあれ どのくらいの割合なの。いや、ご飯でしたよ。ほぼご飯なの。ほぼご飯でしたよ。あ、でも半々かな。たまにパンがありました。そうなんだ。あとミルメイトですか、はい、ミルメイト ね、はい、ちょっと入れて粉入れて。それ本当。はい、美味しく。ミロみたいな。ミロみたいなやつ、ね、ミルメイク。ミルメイク、ミルメイクでした。あ、そうだ、はい、美味しかったです。あれでも変な話、はい、あの、はい、サバとご飯と、はい、そしてなんか必ず牛乳だよね。 あれのバランスが難しい。確かに牛乳だけ毎回出るんで、ちょっと苦手だったんで僕なんかは。あ、別の意味の意見今出さなくてもいいんじゃないですか。給食の話だサバに合わないだろっていう話かなと思ったら。いや、それ給食の話になったけど、はい、そういえば私ね、給食のね、思い出がね、一個ぐらいの。一個ぐらいの。なんでないのか、どうしてないのかと思ったの。はい、うん、そうしたらね、うちのまんまが学校だったんだよね。うん、だから、昼間はうち帰ってしちゃってた、私みんな。そんな勝手なことして、うちで食べてた。うちで食べてた。食べてた。レミちゃん、そういうとこあるけど、ダメでしょ。ダメじゃなかった。みんな、とってもダメじゃなかった。みんな給食食べるんじゃないですか。みんな食べてたけど、私は給食絶対まずいと思ってたから、そう、あ、帰ってた。一人で帰って。そうそう、帰って食べてた。また午後の授業戻ってくる。そう。めっちゃいいじゃないですか、それ。あれなんだ。そうよ。そう、だから何にも思い出が今さ、何にもなかったから、はい、うん。なんでないんだろうと思って、あ、そうで、うち帰ってたんだと思ってさ。いや、でも一番珍しい。どうぞ続けてじゃないですか。勝手に割り込んできて何ですかそんな、はい、何詐欺っていうのをどうぞ。さっきからこれ見てんだよ。これ、何だろう、チョコレート多かったんだけど。ベトナムのお土産なんですけど、ベトナムの溶けてたんですよ。ああ、めっちゃめちゃ。どう、正直。よかったら。めちゃめちゃ絡まっちゃったのこれ。ヨガ、ヨガ見た、ヨガ。ヨガ、ヨガ。ヨガね。ヨガ。ヨガみたいに、くにゃくにゃになってるなと思って。ヨガをそんな、変更したらダメでしょ。ヨガになるでしょ。ベトナムだけにベトベトにね。ティッシュ。なっちゃいましたよ。ベタベタ。はい。この方のリクエストです。早いです。YMO でライディーン。はい、YMO ライディーンでした。続いてラジオネーム A 定食さん、世田谷区の57歳。はい。二十歳の頃、銀座のフレンチレストランでウェイターのアルバイトをしていたのですが、うん、場所柄外国人のお客様が多くて、ランチに平気でビールやワインを飲むのに本当にびっくりさせられました。聞けばビジネスランチといって欧米では当たり前なのだそうです。うん、日本人は夜の料亭で商談をしますが、 ね、あちらではランチにするらしいですね。いいね。その代わり夜はファミリーで過ごすのだとか。確かに夜のお客様は日本人ばかりでしたね。みっちゃんは日本型ですか欧米型ですか。あ、でもなんか飲みながら商談っていうか打ち合わせってあんまりないよ。あんまりじゃないや、全然ないよね。ないですね。接待みたいなお昼にしてる。飲めないもんね。あんまりないもんね。そうですね。あれ、レミさんは夜型ですよね。でも昼間から飲んでるってことあんまないもんね。たまにテレビ見てて、うん、あのワインのさ、いい映画さ、BS なんかでやってんじゃんさ、うん、そうたれ見てて、ああ、ちょっとやっちゃおうかなと思って、もう昼間からさ、一本からカッカやっちゃう。そんなこともあるね。ね、飲みたくなる、うん。だって昔ね、ご主人が、あの、映画かな、イラストで賞を取ったの、うん、世界的な賞、はいはいはい、それでものすごい、ワインだっけな、うるさいな、この人、シャンパンだったかな。先に笑って。100万くらいするやつ。はいはい、もう、そろそろ飲もうと思って、和田さんが、あれどうやったって言ったらね。ロマネコンティでしょ、ロマネコンティ、うん、そう。どうやったって言ったら、なんかさ、電気屋さんにさ、ありがとうっていう意味でさ、あげちゃった、だから、私は何も知らなくて、ワインのこと何にも知らなかったの。だから、あの、知らないから、焼酎もさ、今飲んでないんだよ。焼酎もロマネコンティもみんな一緒だと思ったからさ、なんか電気屋さんにさ、あげらしたと思って、それこれあるから、じゃあこれも持ってってもらったら、だからその電気屋さんはさ、ロマネコンティということさ、多分何も知らなかったと思うし、で私も知らないし、だから電気屋さんも幸せでしょ、私も幸せでしょ、で幸せじゃなかったらうちの夫が幸せじゃなかった。そうですよ、二人分幸せじゃなかったですよ。二人分どころじゃないわ。飲まれたんですかね、電気屋さん。知らない、電気屋さん誰かにやっちゃったんじゃない、やっちゃったのかな、うん、わかんない、全然わかんない。
どっかで回ってるかもしれませんね、未だに。そうそうそう。そういうものもらったっつって。ノマネコンティですね。ノマネコンティ。ノマネコンティというね。ノマネコンティ。あ、なんかまた顔真っ赤になってます。ムーディーな曲が流れてきました。これはハイハイハイファイセットでスカイレストラン。はい、というわけでハイファイセットスカイレストランでした。続いてはラジオネーム哀愁の準急列車さんです。はい、私の中学時代は毎日弁当持参、みんなそれぞれ個性的なお弁当で、うん、大きな焼きたらこ1本がドンと乗ったりとか、3層に乗った海苔弁とかすごいですね。はたまた昨日の残りの冷たいカレーをタッパに詰めて冷たいご飯にかけてたやつなど、友達の弁当を見るのが楽しかったです。うん、そういう私は駅弁屋さんに勤めていたおじが仕事明けの朝持ってきてくれたおかず満載のスペシャルタイ飯弁当、うん、駅弁をこれ幸いと母が弁当に乗せた、持たせたんです。包みを開けます。私がびっくりしました。うん、クラス中でも注目の的となり、とっても羨ましがられました。うん、そのうち先生も旅行かと突っ込まれてしまいました。その後あだ名が駅弁に変わり、何の芸もないあだ名だなと思いつつ、今度は陶器に入ったお茶も持っていきたいなと考えたりしていました。うん、こういうリッチな思い出の人もいるんですね。私の同級生は一人あのとんかつ屋の子がいて、この子の息子さんの弁当はまあカツだらけなんだけど、その当時ってね、美味しそうに感じましたよね。人の弁当めっちゃうまそうに見えるんです。あ、見えるね。うんうんうん。だから雑に作ったやつでも人のって美味しそうだよ、本当ね。みんなで食べたいんですけど。私はね、あのね、さっきのあれ中学の話でさ、で小学校の時にさ、あの。誰もおかしくないです。さん何おかしくないの、ベトナムのチョコレート落ちてないですからね。怒ってない、まあ、口いっぱいついたってね。しかもね、飲んでないんですよ。ノンアルコールの状態で。そんでさ、そんでさ、飲めないって言うと、はい、私がさ、弁当がね、はい、いつも毎日毎日恥ずかしかったのはさ、レミちゃん持ってきたわよって言ってさ、うん、チョコベっていうのがいて、うちでなんか いた人がいるのね。で、その人は必ずさ、作ってさ、はい、あったかい弁当さ、持ってくるの。ちょうどこれが弁当の時間っていう時に持ってくるの。お手伝いさんっていうこと？そうそうそう。必ず作って持ってくる。あったかいご飯だったね。さすがお嬢さんですね。いや、本当にいつもあったかいの。あったかい弁当だった。チョコベさん。チョコベさん。ちょこ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 。いつもちょこ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 してるから、うちの、お手伝いさん。お父さんが、チョコベチョコベーって、チョコベー、ここラジオ聞いてたらし、会いたいな、チョコベーに。ああ、そっか、フランス文学者でしたっけ、お父さんはね。みどりさんと、本当は横田さんと。本当はどうでもいいです、ここは。ここはどうでもいいです。チョコベーの方が面白いです、むしろ。尋ね人。尋ね人。いや、もう、それはいないと思います、多分。チョコベーさん。チョコベーですよ。じゃじゃらら、ちら買ってんな、今日の放送。デューク・エリントンです。A 列車で行こう。というわけでデューク・エリントン A 列車で行こう。なんでこの曲落ち着きましたね。急にライディーンでちょっと一回我々興奮しちゃいました、ね、そうでしたね、はい、あんたも歌い出すしね、はい、なるほど。というわけでレミさんも今ね、はい、女性セブン、女性セブンに今週の女性セブン乗ってるもんで、私がね考えた私の私っていうのがあるのよ。何ページですか？乗っかってんのよ。アグラビアロさん21ページぐらい、はい、そう。ぜひ立ち読みでもいいんで見てください。今週号の女性セブン、私の和田氏って、あの和田誠さんのことを言ってるんですか？私の和田氏そう、和田さんは和田氏さんだからね。そうそう、和田さんだからね。そうじゃない、そうじゃない。これはもう、和の出汁、ね、の出汁と野菜の出汁をさ、うん、ミックスした美味しい出汁を作っちゃったっつや、初ですからね。そうそう、もうこしたりするのめんどくさいからね、かつぶしをね。そうで考えちゃった。ありがとうございました。優しくていい味です。はい、というわけで今日リクエストが紹介された方には、漏れなく山台の有機紬の里手織りうどん一箱をプレゼントします。うん、来週の木曜は梅雨時ということで雨リクエストです。雨リクエスト、あいあい傘、雨降り、雨にまつわるエピソードにリクエストを添えてお寄せください。メールアドレスはヒルズアットマーク 1242.com、 はがきの方は郵便番号 100-8439、 日本放送ラジオビバリーヒルズ、音楽道場破りの係までお待ちしております。この後はレミさんからとっておきのレシピを伝授です。6月11日木曜日、足水のみちゃんの天気予報です。今日の天気は曇りのち一時雨です。夜9時頃から雨となりそうです。お帰りが遅くなる方ご注意を。鞭に打たれるのも雨に打たれるのも快感ですよね。土屋さん、最近打たれたものは何ですか？
一生懸命新ネタを挑戦して滑ってる秀谷師匠に胸を打たれました。ラジオカルチャー講座、今日の レミロリ。そういうわけで、とっておきのお昼のレシピをアドバイスする今日のレミロリの時間なのね。講師は料理愛好家の平野レミさんです。いやさ、でもさ、じゃがじゃがじゃがじゃんちゃんちゃんってさ、こんなのさ使って構わないの、これだってこれ NHK よ、これ、うん、いいのいいのいいのいいですよね。本当に、はい、不思議ですよね、あの線引きね。ここまだ急にダメっていうのに、 NHK なんて怖そうじゃない、すぐダメダメダメってさ言っちゃいそうだよね。そうじゃないですよ、ね、関係ない、ホイルショーが入ってる、ホイルショー関係ない、ハンデやめてくれますか、ちょっとリスナーの方がね混乱しますのでお願いしますよ。ダブルレミさんですから、今日は早速ですが、今日ご紹介してもらうのはどんな料理なんでしょうか。レミちゃん、あ、私言うの？そうですよ。何言うの？私が何を言うの？だけ知っといて。何言うの？ずっと雑誌見てたよ。レシピ、レシピ、レシピ、レシピ。レシピ、おすすめレシピ。そう、お弁当に。ああ、そんなのさ簡単よ。はい。例えば。それはさ、例えば、はい、マリネあんでしょ。あ、マリネ今日作ってなかった弁当入れるのどうしようって思った時に、酢と唐辛子とかさ、そう玉ねぎとかさ、そういうのさ、用意しといて、はい、あと具材とさ、はい、一緒にミックスしちゃって、はい、で弁当なんか入れるでしょ。はい、そうすると、うん、時間も調味料で3、4時間、5時間ぐらい経ったらちょうどマリネになってんの。うん、なるほど。お弁当食べる時間になってる。そんな時にはあのワカサギのフライみたいなのがあったら、それを漬け込んどくんじゃなくて、うん、そうそうそう、それは一緒に合体して合体して、それ弁当なんか入れとくの。なるほど。そうしたらね、ちゃんとね、もう3、4時間5時間経ったらばもう出来上がってるって。いいでしょ、いいでしょ、いいでしょ、素晴らしい、素晴らしい、なるほどね。以上。あとはもういっぱいってさ、もうさ言い切れないから。まあそうですね、いっぱいありすぎますね。でもあの、もしものすごく知りたい人は、そういう二重字でできたレシピありますよね。そう、つぶやきご飯、そうよ、そうよ、そう、つぶやきご飯めちゃくちゃいい本です。120字で私がつぶやいてさ、そうそうそう、あのほら読むのめんどくさいじゃん、レシピって。そうそう、だからこれもう、うんうん、みんな文章で書いたってさ、うん、バカのダホ炒めとかさ、簡単なのよ。バカっていうのはっていうのは、だからバカっていうのはさ、バカのアホ炒め教えるは、牛肉 150g と完熟トマト2個とニンニク2粒を薄切りにして、塩コショウと一緒に炒めるだけ。そう、バカっていう回があって、ちゃんとそういうあれなんですね。バカって牛肉バカ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 って書いてるわけじゃないですね。じゃないです。で、青ってのは牛肉じゃなくて、ニンニク、ニンニク、ニンニク、そうで一緒にジージーってやつ、それをバカのアホ炒めっていう名前にしてるっていう遊びも入ってる本です。簡単に、ね、そうよ、そうよ、食べたい、食べたい、美味しい、すごい美味しいよ。質問も来てます、はい、お嫁さんと CM 出演されてるレミさん、家での食事はどんなメニューですかって書いて、もう今日だって私さ大変よ。なんで今日なんか、今日これからさ、うん、大阪じゃないさ、うん、はい、だからもう作った、はい、もういっぱい作って、作り置きしてるんだ。もう事務所のあれ知ってるけど、うん、奥ちゃん知ってるけど、うん、もうさ、もういっぱい書いて、紙に書いて、もうこれが冷蔵庫の左の方に入ってる、上段にはこれが入ってる、これはチンしてとかさ、全部書いて、もうすっごくいい奥さん私。そうですね、本当にすっごくいい奥さんよ。自分でやりながらさ、玄関のドアあったり閉めてさ、行ってきますって時、あ、今日もいい奥さんやっちゃったと思う。やっちゃった。充実感で家を出るわけですね。そう、立派な奥さんやし。私もでも自分が旅行行く時は、うん、いい奥さんだなと思いますね。ちょっとなんか伸び伸びするじゃん、なんとなく。みっちゃんなんか家庭の匂いが全然しないで、子供がいるように全然見えないけど、うん、いるんだから、ね、子供が。こっちなんかね、二人いるのね、そうそうさ、ふじゃ、どっちがどっちか分かんない。孫みたいな。チョコメチョコメいるかな。横田みどり、横田みどりさん知ってなかったら電話ちょうだい、ここに。チョコメ、チョコメいるかな、生きてるかな。ずいぶん昔の話だからね。元気かな、勝手すぎる、これ生きてるかな。めちゃくちゃだよ、やっぱ面白い、レミさん、すごい。レミさん何がすごいってさ、笑わせようと思ってやってるんじゃないもんね、うん、自然に。真面目だもんね。真面目、真面目、そんなにやってるとみんなからかうんだよね。なんで面白いんだろう、なんでからかうんだろうね。失礼しょ、みんな失礼しょ。でも和田さんも笑ってるよね、うん、私は歯出したことないでしょ、絶対笑ってる。あるよ、いやいや、ふふふふふって笑って、歯
見たことないんだよ。見たことない。私の歯見たことない。歯見たことあるだろ。見たことない。言い過ぎなんですよ。やり過ぎなんですよ。あの、一回和田さんの姿が見えないと。はい、で夕方すごいパニックになっちゃって、はい、警察に電話して、あの、死体安置所に和田のことっていうのが、いるんじゃないかなと思うんですけど。気が早すぎるでしょ。気が早すぎるよ。まだ死んでないから、もう本当帰ってこないから、すぐ警察に電話するんだって。生焼けですよ、そこに。そして江戸川区のビバリーファンさんは、はい、平野さんは早口な方だと思いますが、ゆっくり話す人を見てイライラしませんか、うん、あー、うん、するよ。しのぶちゃんなんか大竹しのぶちゃんだみたいな、もう本当にもう3人でいた時ね、うん、すごい笑ってたね、一、うん、人で、うん、もうあれ失礼だからやめて。全然違いますもんね、テンポがね、大竹しのぶさんだったらそう、3人で会う時はやっぱ清水さんが平野さんのテンポに合わせていや、あのしのぶちゃんになっちゃったりとかするの。しのぶちゃんよ、みっちゃん、しのぶちゃんよ。私は全然ゆっくり喋ってるっていう感じはしないんですちょっと、ね、ちょっと必ずこのお客がね笑って笑、ね、大爆笑してくれるんですよ。だからね、あの、私の後ろ人もいなくていいのよ。みちゃんが全部やりゃいいのよ。やりゃいいのよ。酔っ払ってないからね、これでね。ラジオネームパチョレックさんは、はい、せっかちなイメージがあるレミさん、うん、通信簿にもう少し落ち着きましょうなど書かれていませんでしたか、うん、だって。いやー、どうだろうね。うちのお父さんとさ、お母さん、私の通信簿なんか一回もさ、見たことなくて、うん、いつもいい子だ、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 いい子だってさ、0点取ったって、なんだってさ、いい子だ、いい子だって大きくなっちゃったね、私。愛されてるからね。今まで清水のみっちゃんのレミさんのモノマネは悪意があると思ってましたが、はい、ラジオ聞く限りそっくりだと気がする。あ、やだーやだー並んで押さえてるのね。押さえてるのね。これ、ちょ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 、それやらないのよ。やらないの。私の心はバイオリンでしょ。私の心はバイオリン。これがエッチでエッチでエッチでね。バイオリンがね、女なの。バイオリンが女なのよ。本当に弓はね、男なのよ。いやらしい歌なんですよ。言わなきゃ分かんない。聞いて聞いて。比喩だから上品なんだよ。私はバイオリン、弾くのはあなた、心の糸が震える彼方、聞こえるメロディー優しく、またある時は切なく悲しく、二人を包む恋のリズム、触れ合う私の心はバイオリン、平野レミさん。全く違う、別人ですね。そう、だからさ、ね、この曲聴いて、うん、あの、私に会った人はみんな鑑別すると思うのね。でも、両方、両方私なのよ。喋るのも私だし。ゆっくり歌えるじゃないですか。そうですね。いい歌でしょ。こうやって喋ればいいじゃん。エッチな感じで聞いてないですよ、誰も。綺麗な声だって聞いてますよ。というわけで、ここでレミさんとはお別れとなります。もう音強く盛り上がって大阪行ってきますから、大阪に。おかしいですね。行ってきます。行ってきます。ありがとうございました。ありがとうございました。
バリーヒルズ。はい、それわけでね、アグネスちゃんの歌を聴いていただきましたけども、はい、続いてはね、三浦やす清水さんが大好きな三浦やす子さんが名言の達人ですねということで、ラジオネームブスフェチさんからいただきました、はい、ありがとうございます。失礼な私が好きな三浦フレーズは、はい、男なんて太もも触ったらすごすぎて好きになるんだよと名言いっぱい、名言ですね。前回もすごいいい名言ありました。もっといいことあると思うんですけど、三浦さんいろんなところでというわけで一曲聴いていただきましょう、はい、北島三郎が歌います涙の花舞台。木陰に咲いて。さあ、平野レミさんはもう帰っちゃいましたけれども、平野レミ、和田誠ソングブックから誰でも誰かがを聴きながらエンディングでございます、はい、レミさん中心の CD なんですけども、うん、阿川沢子さんと私と井上陽水夫人と一緒に手伝いました、コーラスでね、はい、君さんも一緒に歌ってる、それでございます、はい、さあ、ビバリーグッズビバタオルの当選者からです、うん、足立区べっこうあめさん、川崎市一発小太郎さん、はい、千葉市のキモサベさんです。おめでとうございます。はい、待ってください、はい、今週はそういうわけでナイツとレミさんとお届けしましたが、来週は久保光郎さんと能町美峰子さんのこのトリオで お届けいたします、はいはい、リクエストのテーマは梅雨時ということで、雨リクエスト、雨の日の思い出にリクエストを添えてお寄せください、うん、ちなみに今夜10時からのオールナイトニッポンゴールドは久保さん、能町さんが担当、元ゴーストライターの新垣さんが登場してあの騒動を語るとか、はいということです。大谷さん、そう、この後午後1時からの大谷信彦聞きますなんですが、うん、はい、その中身についてちょっと聞いてみましょう、はい、大谷さん、はい、大谷でございます。さあ、この後午後1時からの大谷信彦聞きます。今日はゲストに狭間寛平市長がいらっしゃってます。はい、実のお父様と育てのお父様がいらっしゃるという寛平市長、どんな話が聞けるんでしょうか、うん、さらに現金のプレゼントもありますので、この後1時からの聞きます、どうぞお聞きください、うん、スタジオにあれですか、清水さん NG になったんですか、スタジオ呼ばなくなった、いつもスペシャルウィークで呼んでたのが、あの通風でいけないです、通風でいや、すごい近いのにそんなにこの距離でもうちょっと頑張れというわけで、今日のお相手は清水美智子とナイツ花輪信之と土屋信之でした。また来週です、さようなら。